はい、サニーちゃんのびさです。よいちゃん、こうです。ペットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2024年3月27日雑談第488回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube サニーショーチャンネルで会員ゲートの公開収録という形を取らせていただいております。はい、3月ももう終わりですね。そうですね、終わりもう終わっちゃいそうですね。まあ、新年度、はい、新年度そろそろ始まるということで。そうですか。一体というところなんですけども、そうですか。大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですか。大丈夫ですかというのはいろいろとね。まあそうですね、早いもんで。早いもんで3ヶ月、まるまる3ヶ月終わってしまいました。今年経って3ヶ月終わった。わあ、そうですね。あっちゅう間ですね。あっちゅう間ですよ。ね、そっか、もうちょっとしたらじゃあ俺も誕生日だ。あと2ヶ月。まだだな。まだだろそれは。早えなお前気が。いやでもなんか。もう欲しがってんのか。もう39になるとなるとちょっとやっぱ。うわーうわー。メイルは。きつーがめいってくるわだ。いやそう考えると2ヶ月ちょっとでなんのかって考えるとマジサンキュー。サンキュー、ちょっとやだな。サンキュー一番きついね。きついね。サンキューは来るね。来るもんがある。積み上げてくるわ。ジタバタするような年齢でもないけどさ、うん、とはいえ、あ、もう40なんだみたいな。ねえ、見えるわ。 あ、そうなんだ。39はちょっともうジジイだな。ジジイだね。俺が言うのもなんだけど、もうジジイだな。そうだね、テッドさんで。テッドさんで俺が言うのも一番だけど。どこに、どこに勝ってんだ。まあまあ、俺はほらもうもっと上から、高みからこう見下ろしてる状態だから。そうかそうか。なんか、ジジイだなっていう。そんな俺から見ても、まあジジイ。あ、もうそう、そう見える。そうだよな。ほぼ一緒だわ、もう。そうなると。40になったらもう、フラットだね。いや、それは、うん、まあまあまあ、うん、同じ40代だったらもうフラットだよな。もうフラットだ。まあ40代だよ。他から見たら20代とか30代か。でも四捨五入したらもうほぼ鉄道さん。四捨五入するってまだ言うの？まだ言う。お前四捨五入したらじゃあもう40だからな。そうだよ。40だよお前。そうだよ。まあ別にだから、うん、俺も40だよ四捨五入したら。ああ。同じ。ほら、フラット40。フラット40、ローンみたいになってる。フラット40だからな。そうですか。そうですか。いや、まだなんだって。だからそれは早いの。まあ俺はまだまだあるからな。なったばっかだから言うて。38歳。まだピチピチ38歳ですから。38。あ、同じだな。あれおかしいぞ。同じ時代。38と39。なんか今ニュアンスで聞いたら同じだった。同じだ。本当？うん、フラット40だった。あ、マジ。いや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 。いや、あと38。今多分ドンさんまだ38巻、うん、体の中にあるけど、あるね、うん、あと半年ぐらい経ったら、うん、あれ今って37だっけっていう日が、あ、分からなくなっちゃうってこと。そう、はい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 、あらがって。なんかでもね、確かにあるある。30代の終わり際って自分が何歳なのか一瞬分かんなくなる瞬間、うん、そうなったなった。あれ、うん、俺38になるのかみたいなのもあった。そうそう、7ぐらいじゃなかったっけなみたいなことが答えてたぶんね、認めたくない自分がね、あがいてるんだよね。いや多分ね、出てくるんだよ、体の中にね、どっかしらにいるんだよ。自分はまだ40手前じゃないからみたいな精神状態と、うんうんうん、なんかその、分かんなくなっちゃうんだよね。分かんなくなる感覚が。分かる。そうなんだよ。だから37の時もそうだった、うん、40ぐらいから分かんなくなるかも。それも1なんだか2なんだかみたいな。でもそこあるかもな。そう、40っていうのを超えちゃったらもうよく分かんなくなっちゃう。鉄塔さんの年どんぐらいだっけなみたいな。
鉄道さんの年齢さ、うん、その40とかさその辺の時はさ、うん、あもう40あれだもんねとかって言ってたんだけどさ、うん、今正直何歳だか曖昧な部分がある。鉄道さんね、わかる。鉄道さんのね年齢忘れちゃうんだよね。わかる。今年なんだ俺も俺もなんか42から4ぐらいみたいな。結構幅持って認識してるんだな。でもそう思うんだけど、42ではなかったなってなるから、34ぐらいかぐらいな。34で今年5なのか4なのかなんだっけみたいな。だいぶ的を絞りがちだな。ペイさんの方がやっぱちょっと1個上だから、1個上って言うんだけど、1個上だからね、1個上だいぶちょっと絞れてるね。そう、対して今44ってことでいいかい？分かるんだよね。だ45になったら多分なんか区切り1個ついてる感じするから、ああそうだね、覚えられると思う、ね、覚えられる45で、うん、だから本当ね、2から3789と、うん、4234ぐらいはちょっとなんかふわっとして、いやそうするよな、なんか隙間世代だわ。そうね、みんなフラット40だね、フラット40 、うん、そうか、もう来るか。どうだな、そうだね、早いな。全員あ2年後ぐらい全員40代になる。うわ集結、そうだね、集結する。全員40だといよいよって感じがするね。なんかいよいよ感すごいよね、うんうん。でもその時には鉄道さんはもうちょっと向こう側の世界見えてるってこと？まだ見えてないでしょ、2年後だから。46まだじゃない。40代のグループってい、いる？ゲーム実況で。ゲーム実況いない。そもそもゲーム実況のグループが少ないから、グループこの年齢だと。そうか、ニコニコの側はいるけど、あれか、あのそうそう、マイクラとかやってる人たちはグループで結構やってたりするけど、40代は昔はだから結構いたじゃん。なんかそういうさ、ゲーム実況グループみたいの結構いたじゃない、うん、昔って。今ってさ、なんかさ、そのチームに所属してますみたいな人たちは いるけど、うん、そうだね、なんかグループでやってますみたいな人っていないよね。いないよね。いないかも。それこそツーブロー。ああ、はいはいはい、はい、だから、まあ、他にもいるんだろうけどな、うん、交流が少ない。そうだよね、ちょっと分かんないよな、うんうん。あとは それぞれソロだけど、まあ、グループとしてユニットみたいなので組んだりする。あ、そうね、とか友達同士でなんか名前つけて、まあだから俺らもう、まあ、そんなもんだからあれだけど、うん、いやそうだよね、まあ、そうだよね。大体うちらぐらいの年齢ってなんかオーナーさんとかになっちゃうもんね、なんかの。それ、ね、まあ、分かる、偉くなるよね。ねえ、大体お店持ちがちだと思う。ねえ、でプロデュースする側に回るみたいな。そうなっちゃうもんね。そうなんだよね。やってねえんだよな、そういうの。プロデュースしてないね。してないからね。そのうちドンさんがでもちょっとプロデュースに近い感じになりつつある。え？プロデュース？嘘。なんかいや、まあそのレンさんとかと一緒に、あ、はい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 、してみたいな感じでやりがちじゃん。まあまあ確かにね。だからなんかちょっとずつそっちの方向に舵を切り始めてる可能性が、あ、なるほど、未来として、そう、ある未来ではあるのよ。ああ、三人称 VTuber 事務所ってこと？あ、まあだから VTuber まではいかないにしろ、なんかそういうなんかこう何かを教えるじゃないけど、あ、はい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 、教える側に回るみたいなね。まあ、VTuber グループ、確かにね、年齢的にはもうほんとそっち側だからね、教える方に回る年齢だよね、うん、年齢的にはそう、もうちょい早いだよね。そうだよね。後輩とかつくの多分もうちょい早いと思う。そうだよな、30前半前半ぐらいで、うん、そうだね、前半ぐらいでなんかね、後輩ついたりするから、本当にそうだと思うわ。でも今だったら何できるんだろうな、教えることなんもねえしな、なんもないよね。まあ、なるほどね。まあでもなんか、うん、そうね、いい感じに。だからそれこそさ、うん、あのサマーズさんとかさ、はいはいはい、YouTube とかやってなんかいろいろ遊んだりしてるじゃん。うん、はい、なんかまああんな感じで、サマーズさんとかでも50いくつだね、うん。ラジオとかたまにあの聞かせていただいてますけど。うん、あんな感じになってたら、いいね。あんなおじさんたち本当いいなと思うわ。うね、バカみたいなことやってるみたいな感じの。うん、ニュアンスでいけたらいいかな。そうっすね。なんか
ね、結局さその40ぐらいだとさ、うん、こんなことやってる何40代とかいんのかなとか思ったけどさ、うん、なんか一緒にやっぱ平均年齢みたいのさ、うん、上がってる感ない。意外とこの年でも、まあ、やっててもまあ様になってるのかなみたいなのが、うん、昔はだから20代ぐらいで俺らさその遊びでなんかやってた時は30歳でとか思ってたけど、30になったらまあまあなんか自然にやれてるなみたいな感じだったけど、まあでも何分ゲーム実況に関しては前例があまりにもないから。そうだね、うん、もちろん更新してもいるけどね、うん、うん、まあなんかそわそわしてキョロキョロしながら進んでいく感じ。まあそうだね、まあ、ちょっとあるかな。だからどんどん下はね、その年下ではどんどん出てくるわけじゃない。特にプロゲーマーなんてのはもうどんどん若いですみたいなさ。そうだね、プロゲーマー、そうプロゲーマーからそのなんかストリーマーになるみたいな流れもね、うんうんうん、ちょっとできつつあるもんね。最近はより顕著になってきてるね。そうだよね、うん、いいことだと思うけどね。すごい道筋がしっかりできてるのはいいよね。ね、やっぱどうしても潰しが効かないからさ、うん、プロゲーマーに限らずプロのアスリートさんもそうだろうけど、うん、やっぱりねなかなか難しい。そうね、しかもちょっと、うん、あのまあ、若い時に脂が乗るタイプの職業じゃない。そうだね、プロゲーマーってなると。そうだね、で20前半はいいけどね、中盤後半ぐらいになってくるともうそろそろみたいになるからさ、うん、そこで ね、ストリーマーみたいな道、他の道が今ちょっとずつできてるのはすごくいいことだよね。そうだね、うん、いい時代になってきてます。そうだ ね、可能性はいくらでもあるから、まあうちらも頑張って。そう ね、 そうですね、可能性を広げて、可能性を、何かしらの可能性をね、それこそ本当三人称事務所あるかもしれないから。そうだね、いつか本当にオーナーになってる可能性が。そう、なんか誰かがここそう抜けたいんですみたいな、うん、じゃあうちらが事務所だよって。うそうだね、うちでうちでやれうちでやれうちでやれっつって、うん、いいじゃん。フル仕事がねえんだけど、うん、OBS OBS の使い方しか教えられない気がするな。そうだね、うん、あとだからあのだよとか、うん、三人称ハウスのあそこを貸すぐらいだよね。そうだよね、勝手にはやんな、うん、みたいな、うん、ここでやってくれ、鍵渡すから、うん、鍵渡すからもう勝手にやっちゃってていいよ。近所のおじさんなんだよね。ただ勝ち回りが、うん、あ、そうですか、うん、なるほどね。まあまあまあ、そんな感じですね。どうですか最近は。最近はちょっとね、忙しくて今日寝ちゃったみたいな。そう、うん、めっちゃ寝た今日。確かに週末、まあ、先々週の末ぐらいからちょっと立て込んでたもんね。そうだね、そうね、戦カップレイジで、うん、昨日の V スポの番組に出たみたいな、そんな感じもちょっと続いちゃってて、うんうん、まだあれでしょ、週末もあるし。そうなんだよね、ちょっとイベント続きで毎週もあったりするもんね。でなんかピョピョピョってやったらエボが始まるみたいな。そうだね、週末にはめじろ押しだね。なかなか、うん、まあ結構そのストリートファイター6関連のねお仕事をいただけてるから、まあ、溢れてるよな、ストリートファイターのイベントが。溢れてるね、本当に増えるなとは思ってたけど、マジで、俺もね、予想を超えてるね、ちょっと増え方が。そうだね、あとなんか、これはあんまりあれか、いろいろあるね。なんだその、うんうん、イベントもさ、うんうん、いろんなタイプのがあるね、なんか。ああ、そうね。オフイベもあればさ、オンで。あ、参加とかもあるし、あるね、こんな形があるね、なんかね。そうね、まあ軽く話していくと、先週の土曜は戦カップという大会があって、それの解説、まあガヤみたいな感じでお呼ばれして、フリーダさんと一緒に実況解説みたいなしてましたね、したんですけれども、してたかな、まあ初めての、うん、ああいうなんだ解説側というか。そうだ ね、確かにそう言われるとそうだね。そう、やったことなかったんだよね、ああいうのは、うん、ね、プレーはよくしてたけど、
そう、うん、まあでもね、そのしっかりとその解説をしろっていう立場で言われてるわけじゃないから、うんうんうん、まあとてもとてもそんな、まあ、にぎやかしみたいな感じで、ね、印象としてはね、そう、もうリアクションしとけば、うん、まあみたいな、仕事完了かみたいな感じで、フリーナさんもいるし、そう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 、うん、やりましたけども、いや、やっぱね、うん、座ってみるとその実況の凄さもそうだし、解説って本当に難しいんだろうなっていうようなのがすごい分かりましたね。特にやっぱ最近ってやっぱその見てる人の目が肥えてるじゃん、うん、何のゲームでも、うん、だからそれをの人にハーって感心させるような解説ってさ、うん、解説なかなか難しいよね。実況の補足を入れるみたいなさ、ね、感じも、ね、意味合いとしてあるからさ、そうむずいよな。むずいよね。だから事細かく言わなきゃいけないんだもんね。やっぱりすごいのがさ、ハイタリさんがさ、うん、いろんなキャラ触って、しかもモダンとクラシックも触ってるからさ、うん、もう出てくる単語がなんか的確というか、あ、なるほどそういうことなんだっていう。これはモダンだからこういう風にやったんですねみたいなとか。いや、そう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 。この人、俺もね、すげえなみたいな。俺もハイタニさんとかやっぱハメコさんとかさ、最近よくね、出てる方々の方が、いや、自分がそのなんか試合見てる時にちょっと浮かんできたんだけど、いや、これすごいわと思って。やっぱ豊富な知識量ね。パッと出てくんだもんなっていうのがね、ちょっとすごい。やっぱなんかその解説含め。そのプレイヤーの意図まで話してくれるじゃん、うんうん、こうしよう、多分こう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 だからこうしようと思ったと思うんですよね、うん、とか、うんうんうん、でそういうのをね、多分実際に調べてないと分かんないことだったりするだろうからさ。ノルで言うとレボルさんがさ解説で、うんうん、すごいんだけど、あの人はもう本当海外の大会をすごい見てるから、やっぱいろんな知識が豊富でよく出てくると、うん、はいはいはい、もあるし、最たる例がバロラントのさ、うん、バロラントすごいね。終わった後になんか振り返りのさ、なんかマップ使ってさ、うんうん、そうそう、ある、ここのエリアを取ってるんで、こうでこうでこういう戦略でうんぬんかんぬんやるじゃん、うん、あれなんてもうなんかマジですげえなっていう。あー、へーすごいって思うしかないけど、こっちはね、だ今求められてるものがすごいとこにあんなみたいな、すげーよな、感じになってる、すごいと思う。うん、まあちょっとトラブルもたくさんあったんですけど、トラブルがたくさん、はいはいはい、俺はさちょいちょいこう見てたの、うん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 、あ、今何やってるかなって言ったら、そのなんかあんまり絵代わりがしてなかったから、あ、そう、なんか、ね、あれどうしたみたいな、いろいろこうあの配信がうまくいかないみたいなね、配信周りでちょっと問題が発生しちゃったとか、そうだね、なんかまあゲームが落ちちゃったたりだとか、あれも配信がカクカクしちゃったりだとかみたいなのが続いて続いて、もう紙芝居になっちゃったりとかもあってさ、でうちらが見てる画面は平気だったりしたんだけど、あ、なるほど、だからそこでちょっと差が出ちゃって、ドンさんたちにはちょっとよく分かんないけどこうなってるらしいみたいな状況だったのか。そう、うちらはあのディスコードの画面を画面共有してもらって見たりしてたの。でもその画面共有もちょっとギリギリというか、まあ怪しかったか、まあいけるかみたいな、できないこともないか、見れないこともないかレベルだったんだけど、配信の方はもうマジで紙芝居だから、うちらがこういくら喋っても何が起こってるのか分からないっつ、なるほどね、状況、まあそういうトラブルがね、もうほんと重なりに重なって、次に次にと悪循環、難しいよな、すごかったわ、うん、俺あれ思い出したもん、ほんとあのうちらでもやったアンサーズQ&Q アンサーズの話を聞きましょうとしてQ&Q アンサーズ思い出した、マジで伝説のあのトラブルしかなかった、うん、そう、マジであれ思い出した、まずアプリにあの入れないんですけど、うん、アプリでこれでなんかやるんですよねって言ったけど、なんか入れないんですけどみたいな、もう途中で振り切れみたいな感じになったもんねねえ、ほんとあれ思い出したわ、やっぱ怒るよなこういうことはっつって、そう、うん、そうだね、難しいよ ね、難しい、しかもすぐに直せるようなもんでもなかったりするじゃん、そうだ、どこなんだとかさ、そう、ね、そう、しょうがないっていう時もあるしさ、そうなんだよ、もうだ、もう面白くなってきちゃってさ、だんだんあれはね途中から面白くなるよね、うん、面白くなってきちゃった、これはもうそのうちらには無理だから、そう、みんなとこっちの方向で楽しもうになった瞬間、うんうん、面白くなるんだよな、そうなんだよな、うん、マジで面白かった、もういいよねみたいな感じで、
困ってる大人がいるとは承知の上で、そう、よかったもう、うん、フリーダさんと2人で楽しんだね、もうあのトラブルを、いやいやいや、いいと思う、それでいいと思う、そうですね、まあそれで無事楽しませていただいて終えたという感じでしたと、で日曜日次の日が、レイジストリートファイター6ですか、うん、これは、まあ、最強のストリーマーは誰なのみたいな、はいはいはい、ということでストリートファイター6で決めようじゃないかっていうことで、なるほどね、有明ジム EX というでかい会場を借りてオフイベントを行ったと、うん、まあ、かなり大規模ではあったよね、そうです ね、 そうね、うん、相当大規模な、ストリートファイター6のイベントだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあこれは結果的に言うと何位だ、5位6位5位だか6位だか5位かな、あれは5位になるのか、トップ6まで入ったんだよね、トップ6には入ってます、うん、だから、まあ、5位か6位か、うん、5位か6位ぐらいかなっていう、うん、感じのとこまではいけたんですけど、うん、なんかね、まあ、トーナメント形式で、対戦を行われていて、参加者が 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16人で、トーナメントを行ってて、最終的に勝者を決めるっていう感じなんだけど、はいはい、ね、ちょっと変わってて、うん、まあ、センターにメインのステージがあって、あ で、うんうん、で左右端っこにバトルステージっていう AB のステージがまた分かれてて、うん、でそのバトルステージ AB を最初使って予選を行っていくみたいな感じ、うん、トーナメント、なんか不思議なね、なんかマップ見たけど、うん、両極端なね、右と左にがっつり分かれてみたいな感じだったよね、がっつり分かれてやってて、トップ6に入るとメインステージで最後、うん、3先でやってくみたいな感じかな、それまでは2先でやってくみたいな感じで、俺は2回最初勝てて、その後1回負けちゃって、うん、で一応1回負けれるシステムなんですよ、ダブルエリミネーションみたいなこと、そう、うん、ダブルエリミネーションシステムというやつで、1回負けて OK で、1回負けるとルーザーズっていうところに落とされて、まあ負けた同士で1回対戦できるみたいな、そんな感じかな、うん、で勝ち上がってってことか、そうでね、なんかね2回勝てばとりあえず多分トップ6に多分入れてたんだと思うんだよね、はいはいはい、すでに、なるほどね、うん、もうあの時点で入ってたんだ、そうだ、で俺が最初レン君と戦って、はいはい、次吉永さんっていう方と戦って、その後タイジさん、はい、うん、ストリーマーの方と戦ったんですけれども、そのタイジさんに負けちゃったんだよね、そうね、うん、負けてルーザーズに行って、でメインステージに上がったみたいな感じだったんだよね、はいはい、でメインステージでその負けた同士が戦うっていうところからやったのかな、はい、確か、うん、そうかそうだね、それでアリケンさんってやつ、うん、そう、それでそうアリケンさんも負けてたから、うん、負けた同士俺と戦って、でアリケンさんに負けちゃって俺のレイジは終わっちゃったみたいな感じだったんですけれども、はいはい、いやあのね、オフはオフでも、うん、結構そのさっき言った AB のステージが、まあ、特殊で、なんかこうお客さんがねそのステージを周り囲めるのよ、はい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 、見たいところに自由に動くみたいな感じ、まあそうだね、あだからもうどこ見渡してもお客さんがいるって感じ、うんうんうん、の中をこう通ってってステージに立つっていうような感じだったから、あそういう感じなんだ、結構そのなんだ本当格闘技みたいなさ、地下闘技場みたいな感じ、うん、そうそうそう、格闘技観戦する時のさなんかあんな感じじゃん、周り囲むじゃんね、プロレスラーがこうわーって出てくみたいなね、そう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 、客の中からそういう感じの中や最初やったからかなり緊張したね、うん、
なるほどね。普通だったらもうちょっと離れて、あ、そうそうそう、距離感もちょっと離れてるし、うん、ステージの上でやったりとかでね、お客さんはまあ離れてるから試合中見えないとかだろうね、多分、うん、一応その高さはあるんだけど、やっぱお客さんとの距離感がそれなりにやっぱ近いから、はいはいはい、目線がすごいというか、なんというか、あとお客さんの圧もすごいっていうような感じでね、最初ちょっと驚いたわ、この中対戦するんだっていうような感じで、まあでもあの今回はプレイヤー一人一人にあのセコンドをつけることができて、まあ大体はその普段コーチングしてもらってる方とかをつけれたんだけど、だからもう対戦してる横でもいろいろ言ってくれるっていうのがあったから、まだその緊張はねだいぶ和らいだ、なるほど、感じはあったから良かったんですけど、あれね、本当一人も一人だったら相当きつかったなっていうような印象はありましたね。まあでも、第2回もやってほしいぐらいには本当盛り上がりましたし、面白かったですね。相当、結構あの三人称ファンというか、自分を応援して、男性で三人称パーカー着てる人、あ、そう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 、そうそう、映像に出てたよ、カメラに抜かれてた、そう、三人称グッズ着てる方とか、あとなんかうちわにドンピシャーとか書いてあったりだとか、ガイル村とかさ、なんかそういう方たちいっぱい来てくださって、本当ね、力になりましたね、だいぶ。なるほどなるほど。いや、ありがとうございました、本当に。ありがたいもんね。マジでありがたいですね。まあ今年もああいうオフイベント本当増えるんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、このそうね、今年は結構多いんじゃないかな、多いね、まあ、ただその今回のメンツがやっぱりちょっと2人抜けてたっていうのがすごいあって、実力がね、そう、セロスさんとやっぱタイジさんの実力がね、ちょっとやっぱ飛び抜けてる、ストリーマーは最強を決めるっていう枠だから、ああ、まあ、まあしょうがないことだけどね、そうしょうがないんだけど、やっぱりちょっとこう抜けてる感はすごすぎたから、いや、それももちろん盛り上がったんだけどね、すげえ盛り上がったけど、やっぱこのバランスを今後整えていくのが相当難しくなるんじゃないかなって。いやでもトーナメントはさすがに難しいんじゃないかな。ねえ、むずいよね、一人一人で行くとやっぱちょっとね、難しさはある。じゃあ出ないでくださいもまあ難しいし、そう、じゃあこの結果で例えばじゃあセロスさんとタイジさんちょっと今回なしでってなった時に、いやドンさんちょっと強すぎるからさ、そうそうそうなる可能性ももちろんあるわけじゃん。ある、うん、だからむずいよね、この辺のバランスの上削っていくっていうのがあんまりね、そうなんだよ、ただ上削んないと、また同じことになった場合、また同じじゃんってなるのもまたさ、なんか誰も得しないというか、いや、そうなんだよ、難しいよねバランスが ね、そう、今回だ予想してた通りになったというか、この2人順当にいけばまあ勝ち上がるよね、下馬評通り、そう、でもまあ2先だから、2先で大会だから分かんないよねって話をしてたんだけど、まあ結果やっぱ、まあ、やっぱ強かったと、強かったっすね、そうだね、やっぱ強いんだなって改めて、あ、この人強いんだって思ったな、でも予想以上に強かったのはやっぱアリケンさんで、ダルシム、相当面白かったっすね、やっぱタイジさんとかと戦ってたけど、セロスさんとも、やっぱ試合見てて本当にレベル高すぎて、ゆえに面白かったみたいなところ本当ありましたね。そうだね、マイナーな、まあ、キャラクターであんまりこう見ない、そう、キャラクターだけど、ダルシムっていう、そう、しかもその相手 AA は結構きついキャラ的に、その不利な立場でアリケンさんはやんなきゃいけなかったから、はいはいはい、そう、でもそれでもね、すごい頑張ってて、めちゃめちゃ良かったなっていうような、そうだね、ああいうのが見れるの楽しいよね、そうだね、そう、だから今後もどうなっていくんだろうなとはちょっと思ってるけど、確かに、しかも個人のその成長具合なんて分かんないから、ああ、どのぐらい上手くなってるかってね、そう、確かに、そらそうだ、大会決まってからね、その大会本番まででそれのやり込み具合で全然変わってきちゃうからさ、正直分かんないんだよね、分かんないね、
まあちょっとね、まあでもいろんなイベントがあっていろんなスタイルがあってなんかどんどん洗練されていくみたいな、そうだね、のではないかなと、うん、まだまだ多分テストも兼ねてみたいなところもあるだろうから、そうだと思う、うん、なんかもっと盛り上がればいいですね、まあもう尋常じゃないから盛り上がってると思うんだけど、まだ行くでしょう、うん、もっと盛り上がっても面白そうですね。いや本当あの一時期の全盛期だったエーペックスだね、を思い出す、思い出すよね、なんかもう本当に一月で何個もイベントみたいのがあるみたいなさ、うーん、はいはいはい、まあ、今は本当ストローク以外逆にあんまなさそうだなっていう感じも、うん、まあ、まだちょこちょこエーペックスあったりはするけど、うん、うん、しばらくは続く、しばらくはそうだね、続きそう、面白そうっすね今後も、うん、どうなっていくのか、という感じで来ていただいた方、はい、本当ありがとうございました。なるほど、うん、なるほどなるほど。で、まあ、昨日は、まあ、番組に出させていただいたと、うん、一流配信者格付けチェックっていう、はいはいはい、Vスポ激浪っていう、これ毎週やってんのかな、毎週ニコニコかなんかでやってるね、かね、ニコニコで多分毎週やってる番組が V スポ激浪っていうもので、で一流配信者格付けチェックっていう企画の番組だったのかな、多分初めてやったと思うんですけど、あ、毎月か、毎月、あ、なるほどね、月1みたいですね、うん、やったんですけど、いやー、あの格付けチェックって、うん、てかテレビのあれでしょ、うん、てか昨日裏でやってた、そうなの、そう、やつ、まあもうあれですね、ああ本当に あれの配信者バージョンみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、いやー面白かったっすね、まあていうかもうあれができるっていうような感じで、っていうのもセットも本当いい感じに作られてて、あ、よくできてんなっていうような感じで盛り上がりましたね、大変。いや、ミラーのとこしか見れてなかった。あ、そう。あれ、本編は多分、会員限定なのかな。有料で、そうだね、ニコニコだったかな。で、ドンさんのミラーのやつは、本当にあの、A と B の部屋が急にスンって切り替わって。うんうんうん、あれってさ、A と B 以外だと何が映ってたの、うん、だから、多分、やってる最中、本番というか、この、じゃあ、どっちが A で、どっちが B かな、みたいなのが丸々なくて。うんうんうん。でじゃあみんなが喋ってるとかあったじゃん。そう来るって感じ。あ、なるほどなるほどなるほど。じゃあ戻りましょうで戻ってあーだこーだ言ってじゃあ次はこちらですでみんなじゃあよろしくお願いしますで立ち上がったところでふんって AB の。あーそういう感じか。うん、なるほどなるほどなるほど。そう、そうね。何、うん、かあった何があったんだろうなっていうのはふんわりわかるみたいな。はい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 。うん、なるほどなるほど。そうですか。いや面白かったですよ。そうね、内容的に、まあちょっと、まあはい、見るか見らないかあれだけど、まあその有料コンテンツとしては、あ、いいのかなっていうような内容だったと思うわ。なんか見てて面白い。これなら見てて面白そうだなっていう内容にはなってたと思う。見ろとは言わないけど、有料コンテンツとしては、あ、すごいいいなっていうような内容だったと思います。やってる側も面白かったし、多分ね、でもね、あれ、見てる側がなんだかんだ一番楽しめるんじゃないかなって思った。ペアでやってたじゃん。で、まあ俺、レン君の見てたりしたんだけど、はいはいはい。やっぱ見てる側もこれしっかり面白いなっていうような。そうだから、見てる側のリアクションがこっちは見れなかったんだよ、ね。そう、そこだよね。そう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 。それがな、うまいことやってるなって感じだね。うん、まあでもしょうがないそれは。そういうもんだからね。企画システムだからね。そうだね。しょうがってるもんだろうし。でもニコニコのさ、なんかアンケート機能みたいなの使ってたんだけど、もう久々に見たわ。画面にぴょこんって出てくる、出てくるやつ。あのちょっと青っぽいやつな。あれあんのか。懐かしいね。久々に見たわ。ああ懐かしかった。まあまあまあ。もうやんないもんな。そうね。ニコニコはね、もうおそらくやらないと思うんですが。もうだってニコニコのね運営の人に俺らがチャンネル持ってること知らずに。
チャンネルやりませんかってこの前問い合わせが来たぐらいだもんな。ああそうだよね、うん、だからもうニコニコの人も俺らが分からないんだよ、うちらチャンネル持ってること思う。ニコニコ出身ってことすら分かってないねえ、分かってない可能性あるよな。そうこういうのあるんですけど、これもね古い話になっちゃったから、ね、うんうんあ確かに横から流れるコメントも久々に見た感はあったわ。あ上の横にこうさっとね、確かに今もうそうね。いや時々そのツイッチとかでも流す人とか、うんうん、あいるんだ。あでもいる、うん、なんかねそういうプラグインがあるのかなんなのか、うんね、そう横から流れるコメントをやってる人いるわ、うん、棒読みちゃんとか使ってる人もいるもんね。うんいる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 。なんか昔もあったよね、そのライムなみたいなのなかったっけな、なんかライムチャット、ライムチャットだっけ、ライムチャット懐かしい久しぶり聞いたぞ、ライムチャット。なんかあったよな、あったな、もうなんだか忘れたがあったぞ。流してたよな、流してた、コニコみたいにしたいっつって。そう、うん、あったあった、うん、なんかやっぱあコメント見れた方がいいよなみたいな。そう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 。あった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 。懐かしい。まあそういうちょっと懐かしい部分も見れたって感じだったな。うんうんうん。いや本当面白かったです。生きてんだなニコニコな元気に。いやいや頑張ってますよ。いやいやいやいい、うん、いいじゃないですか。いいと思います本当に。あそう。ありがとうございました。いいじゃん。っていう感じでございます。僕はちょっともりもりでしたけども。はあ、はあ、はあ、なるほどね。うん。ちょっとじゃあお知らせをちょっと一回挟ませてもらえて、はい、つぶやきもしたんだけども、うん、6月の23日にですね、6月の23日、はい、6月の23日、これでももうあれなんだよな、うん、席は埋まっちゃってるんだけど、これ何つうんだ、NHK センター青山教室っていうところがあって、うん、実際に、うんうん、そこで、一応講師講演会か。はい、のお仕事の依頼が来まして、まあ、2人にはちょっと前にこういうのが来てっていう話をしてたので、やらせてもらうことになりましてという感じで、三章鉄塔の恐れず何度も挑戦し続けるぼっち論というねタイトルがついてます。またここでもぼっちが、まあそうだね、これでやってくれみたいな、うん、なんかだからすごいぼっちでお金を稼ごうとしてる俺は。そう、もうぼっちだらけで仕事が来てる。なるほどなるほど。まあなんかこうだから講師かなこれはね。うんうんうん。そしてまあそこの壇上に立って、うん、対面でお客さんがいる中でこうなんか自分なりのなんかこう講座をやり、はあ、っていう会。いやーすごいねー。いいねー。ね、NHK のこういうとこが来る。まあだからあのそれこそ格ゲーの話で言うと梅原さんが、うん、数年前に。やられてて、うん、これはもうまるまる YouTube に残ってるんだけど、うん、で俺も見ててから、うん、あれは、はい、結構前に、あれなんだと思う。だからすごいね。なんだろうな、視野が広いっていうか、その、うん、依頼をする人の、そうね、うんうんうん、いろんなジャンルのところにこうやってるんだなみたいなので、なんか面白い視野だな、感じで。でまあこれ一応、Zoom かなんかでオンラインでも見られるようなシステムになってるらしい。Zoom、うん、なんだね。Zoom かな。うん。なんかあるらしい。そういうオンラインで見てもらう。うんうんうん、で一緒に受講してもらうみたいな感じなのかな。多分俺も誰が受講してるみたいなのが見える可能性があるよね。だからね。なるほど。ああ、Zoom だからそうなのか。うん、だからそういうのでこう対話しながらなんかやるみたいな。あへえ。あ。なるほどね。感じっぽいっす。うん。そうっす。なるほど。まあ一応なんかアーカイブとかも残るらしいので、うん、うん。なんかその辺の動線みたいなのも考えてるっぽいんだけど。はいはい。どうしてもその教室の場所はキャパシティはもう決まっちゃってるから、うん、うん、結構早めになくなっちゃったみたいでね、ちょっと申し訳ないんだけれども、まあオンラインとかで楽しんでいただければいいかな。だからちょっとしばらくこれに向けてどういう風にやっていこうかなとかをちょっと組み立てなきゃいけないから、あこれから組み立てる、これからちょっと考えます。ちょっと緊張しますねそれはね。そうだね、普通にこうダラダラ話すって言うんじゃないから多分、うん、そうだね、かっちりとテーマがあって、尺は決まってるの？尺は決まってる、一応1時間半かな。あ長いね、まあ、長いストレートに休憩とか休憩はないんじゃない？1時間半丸々喋ってだ、うん、
そうそう、だからいろいろ皆さんから質問を受け付けるところとかも用意はしてもらってるんだけど、あ、まあ、そういうのも参考にしながら、組み立てていって講義をするっていう感じ。うわ、なるほど。なる。講義ってやったことあったんでしたっけ？ないです。これ 初講義。初の試み。はあ。何なのか分かんないけど、まあまあなんか おもろそうだなと思って。こういうこともね、まあ、やってみるのもいいかな。見たいな。でも 見るには受講しなきゃいけないのか。あ、まあ受講もう無理。あ、今はいけ、Zoom でいけるの？オンラインの方はね、まだまだ大丈夫なはず。結構多めに取ってもらったんで、オフが少ないからっていうので、あ、多分大丈夫だと思う。まだまだ。あ、一応制限みたいなのがあるのか。なんかね、マックスあんの？ズームって。最初ここなんかマックス人数言われて、もうちょっと増やせませんかねみたいな話をした気がするので。ああ、なるほど。だから まだ多分そっちは大丈夫だと思うので。なるほど。まあなんと、まあ、よろしければって感じですかね。ああ、なるほど。6月、まだもうちょっと23ですか。そうですね。ペイさんは30、もう俺は39の男になってるってことだね。なってるね。なっておりますが、まあよろしく頑張ります。まあ、あとはこれちっちゃい話だけど、ちっちゃい話でもねえか、まあ来月仙台でも私からやるんですけど、うん、差を設けてしまったね今自分で。ちっちゃくはないですこっちも。ちっちゃくはないね。うん、まあ、こちらまだもうちょっとあるのかな、なんか残ってるそうなので、うんうん、まあ、こちらも お渡し会でしたっけ。こちらお渡し会でございます。はい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 、うん、あれだけど、まあぜひよろしければお近くの方来ていただければなっていう感じですかね。うん、仙台ですか。そんなもんです。はい、うん、はい、では、はい、テーマいきましょう。はい、テーマ、今週のテーマ、どうでもいい話ということで、うん、ちょびっと漏れ太郎さんから言ったこれでも2回目なのかな、どうでもいい話。ああ、うんうんうん、2回目か。いつやった、なんか1年ぐらい前にやったらしいけど、うん、やってたかも。どうでもいい話を教えてくれっていうことでいただいておりますが、はい、どうですか、二人はどうでもいい話。俺さ、昼間にさ、いや、一個あったのよ。うん、どうでもいい話。なんかそうで、あって、あ、じゃあこれいいわ、うん、いいわって思ってたんだけど、うん、多分本当にどうでもよかったのか、うんうん、さっき、あれ、そういえばさっきのなんだっけなってなった時に完全に忘れちゃって、うん、一個あったはずだったんだけど、うん、俺忘れちゃって、どうでもよすぎて、うん、だからもう一個もない。一個もない。一個もない。どうでも、まあ、どうでもいいのかそれは。逆に、あ、いや、多分だから途中でもしかしたら思い出すかもしれないんだけど。なるほどなるほど。どうでもいい。まあ、うん、まあ、一個どうでもいい話あるんだけど、おーおーおー、これが二人にとってどうでもよくないかもしれないから、ちょっとそのニュアンスは分かんないんだけど。はいはいはい。まあ、最近その美容師さん、いつも行ってる美容室で美容師さんも指定してるんですよね、うん、僕、うんうんうん、この人でお願いしますって、うん、でこの間やってもらって、まあ、いつもやってもらってる、で髪型もあんま最近変えてないからさ、うん、あれなんだけど、この間やってもらったらさ、うん、分け目っていうか流し方、うん、その髪の、うん、を逆にされてさ、うん、ああ逆にされてると思ってな、右、いつも左から右なのに右から左にするんだなと思って、うんうん、でも俺もともとはそっちだったの、髪の流れが。ああ、昔は、うん、右から左だったんだよ、うんうん、っていう話。マジどうでもいいわ。ほんとどうでもいいな。これぴったりどうでもいいでしょ。ぴったり。いや、え、どうでもいい、ちょっとはみ出てた？ちょっとどうでもよくなかった？いや、ぴったりどうでもいいでしょ。どうでもよすぎたかもしれない。どうでもよすぎた？ほんと？まあでもいい感じだよね。いい感じだ、いい感じ。このニュアンスだと俺は思ってるんだよね。だってどうでもいい話ってさ、なんかオチがあるとかじゃないもんね。そう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 。基本的に。うん。そうだよ。オチがあったらだってそれはすごいオチのある話じゃん。そうなんだよね。オチなんてなくていいんです。どうでもいいんだから。あ、お、来た？すげえどうでもいいんだけどさ、うん、先週かな、うん、ウーバーイーツで、うん、あの物を頼んだんですよ、うんうん、で、
扉の前に置いといてもらう感じにしてるのね、うん、あの、うん、家の、うんうん、でさ、多分みんなもそうだと思うんだけど、うん、じゃあ到着しましたで、うん、写真撮って送ってきてくれない、起きましたっていう、あるあるある、置き配の時にね、うんうん、そう、うん、あれにその配達の人が、うん、自撮りみたいな感じで、うん、顔を入れた状態で写真撮ってきた、自分の、そう、あの扉が映ってて、多分内側のカメラなのか、うん、横から顔をひょこっとおじさんで笑顔の状態でさ、うん、私が起きましたみたいな感じで写真が来て、うん、わあこの人すごい初めて自分入れて写真撮ってきたなって思った。やってんなちょっと面白い話ね。あ、これはみ出た、ちょっと面白いかもしれない。あ、これはみ出たかちょっとはみ出たか。じゃあこれは三人称ハウスのさ、うん、ま、トイレこの前使って、うん、でうんちしてたんですけど、はい、うん、あのトイレットペーパー使うじゃないですか、うん、で、うん、ピッて破ったら、その、うん、破ったところの形が、うん、普通じゃなくて、うんうん、なんかちょっとおっぱいみたいな、ベッて破ったら、そう、破って残った部分がおっぱいみたいに、うん、こうふわーんってなって、ちゃんと乳首もあって、うん、おっぱいみたいな感じになったの。うんうんうん、なんで、なんでだろうと思って。いや、それなんでだろうは分かんない。なんでだろうは知らない。どんなんいいんだぞ。別にその最終的にどうさせようとか考えないで。なんでだろうは考えてないんだけど。特に、うん、まあ、なんでこれこの形に。別にそれはなんか奇跡的な力の加減だろう。それは。普通に考えてさ、ピッて破っ、ピッて破ったらまあ綺麗に。まっすぐパーンっていくか、うん、ちょっとこう、うん、なんだ、まあ斜めになっちゃうね、そうギザギザのなる感じになるのは分かるんだけど、ピッて引っ張っておっぱいの形になるって、うん、なんでだろうってそのなんでだろうかは、なんでだろう、なんでだろうかは誰も答えを持ってないから、うん、迷宮に入っちゃうけど、そのトイレットペーパーを見つめながら俺はうんちをして終えた。ね、あ、終えたの、うん。まあまあ結構どうでもいいから。そうだよね。いいいいいい。どうね、それ写真も撮んなかったんでしょ？写真も撮んなかった。しかも周りにも俺とテッドさんにも言わなかったんだよね。言わなかった。言われても困る。ノーパンみたいな形で。だからそうだけどって。そうだろう。動作的にはどうでもよかったってことだよね。だから。そう、でも見つめてはいた。うん、あ、本当これおっぱいみたいだなって。おっぱいみたいだなと思って。なんでだろうってちょっと思った。なるほどね。うん、あ、まあ結構いいラインだ。うん、ありがとうございます、はい、渋谷でさ、メガネ買ったんですよ、はいはい、はいはい、またメガネ買ったの、うん、そう、うん、まあいつもの49っていうね、はい、うん、でなんかこう受付するときに向こうがタブレットでなんか入力するわけ、うんうん、でそのタブレット開くときに暗証番号を4桁入れるんだけどさ、うん、これ別に見る気なかったんだけどなんかこう視界に入っちゃって、はいはい、そしたらその暗証番号がよろしくだった。あ、本当？本当。そう。あ、本当。これはなんでだろうなと思って。なんでだろうなって思った。うん。これは本当に。あ、そうです。どうでもいい。これがどうでもいい話だよ。あ、なるほどね。うん、いいラインだ。ちゃんとよろしくね。うん。よろしくした。なんかあるかな。結構メモ取ってるんだけど、どうでもいい、はい、通販で、うん、トレーナーだと思って買ったのが、うん、ロンティーだったんだよ。びっくりしちゃって、薄かったってこと？あ、うん、そうが、そう届いたよって話。そうだね。うん。どうでもいいね。
あ、まあそれで言うなら俺もそれで言うならそれで言うなら俺もそれで言うなら、うん、アマゾンでちょっとこのジーパンいいじゃんと思って買ってみたら、うん、4サイズぐらい違うジーパンが届いちゃってそれも4サイズはもうちょっと違いすぎじゃない、うん、すごいでかいジーパンが来ちゃって、うん、全く履いてない。え、大きかったの？めちゃでかかった。あ、でかい、4サイズ上のでかいの。びっくりしちゃった。うん。って話だね。うん。っていう話。これはどうでもよくない可能性があるんだけど。いや、多分どうでもいいと思うよ。あの、へのへのもへじってあるじゃん。うん。へのへのもへじで顔になるっていう。あるね。あれがね、なんか車乗ってる時に、ガードかなんかに書いてあって、へのへのもへじが。うん。あ、へのへのもへじだと思って見てたんだけど、うん、へのへのもへじのさ、うん、もって鼻でよったよね。そうだね。うん。も、なんでもなんだろうと思って。しでよくない？鼻にするなら。へのへのしへじでよくない？なんか横線 いらないくないかなと思って。じゃあ字もさ、しでよくない？字はなんか字の点々を耳にしてんじゃねえかなと思ったんだけど。ああ。もの横がなんか、え、なんでもの横、何これみたいな。鼻んとこの横、ここになんかあるかな、人って思って。うん。そうだ、これはちょっとどうでもよくないかもしんないんでね。そうだね、気になってきた。うん、気になってきたでしょ。これちょっと申し訳ない。へのへのし、紙幣。でも、むの方がいいよね、最後ね。へのへのもへむ？うん。書いてみて、書いてみて。書いてみて。ちょっと今。いや、書くからちょっと待って。へのへのもへむ？新しすぎてちょっと、全然入ってこない。いや、絶対むの方がいいんだって。へのへの紙幣むの方がいいよ。紙幣。むの、この、丸は耳だよね。その上は何？上目から髪の毛。いや髪の毛。上だからもっと上行って。ああなるほど。そういうことね。うん。ああ。いやむはちょっとなんか。いや字よりむの方がいいって。なんか違うな。へのへの。もけ。まあ、でもちゃんと綺麗なの見ると美しいけどな、へのへのもへじ。そうなんだよね、まあ、いやだバランスはすごいいいんだけど、やっぱ鼻のもの横がちょっと気になるんだよね。なんかこの、影鼻に影とかシワとか、そういう感じなのかね。ねえ、でもそれをこのへのへのもへじで表すなよって思っちゃう。ちょっと、あ、もはやね、もうそこまで、ここまで簡略化されてるのに。どっから来たの、へのへのもへじって。なんか江戸時代だろうね、多分ね。ああ、江戸時代だろう多分。平安時代。あ、平安なの。平安時代に書かれたらしいですよ。平安なんだ。じゃあ平安の人たちはここになんかシャシャってなってたのかな。なっみんな、みんな、まあそうだね、うん、花、まあ、これが結構前に、と思ってたんだけど、2023年9月6日のメモに書いてありました。結構前から気になってた。メモね。あ、メモなんかあるか。メモ、まあ、あ、どうする、まだまだ、まあ一旦こんなもんか。とりあえず一旦この辺やめとこうか。うちは一旦、うちらの在庫はこの辺にしといて、なんかあったら、多分で在庫からまだ出てくると思うけど。そう、多分あると思う。じゃあ、まあ皆さんの、どうでもいい話やってもらってます。はい、おためちゃん、女性の方。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。現在住んでいる地域に移住して丸2年。うん。最寄り駅前のトイレでは、一番右奥の個室しか使ったことがありません。うん、うん、そこそこ観光地のため女子トイレは左右7個ずつあるのですが、使うときは常に右の奥。うん、別の場所のトイレだと使いやすさや空いてるかなど特にこだわりがあるわけではないんですが、駅前のトイレだけは右奥に入る。おう。です。おまあ本当にこちょうどいい。まあ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 。本当にどうでもいい。そうだよ、どうでもいい。いいと思う。なんかこだわりがあるのかな。
なんかでもさ2回ぐらい続いちゃうと、うん、ちょっと自分の中で芽生えるんじゃないの、ここ使うかみたいな、なんとなく前もここの席だったなみたいなのでなんかちょっとこだわっちゃうみたいな、まあちょっとあるかもな、ちょっと分かる、ちょっと分かるわ、家近の、うん、そうか駅か、トイレ入ったことね、まあ、バランス難しいんだなと思うんだけど、どうでもいいっていうのはね、なかなか、肉まんさん男性の方、はい、はい、たまに顎に生えてくる通常の3倍ぐらいの太さの毛のことを昔はエラー毛と呼んでいたのですが、うん、最近は少しカッコつけてフランス語風にイラージュと呼ぶようにしています。これちょっとどうでもよすぎる可能性が、これどうでもいいね、どうでもよすぎますね、どうでもいい、どうでもよすぎる可能性が、しょっぱなからもあれだし、すごい、すごい、バランス難しいんだよ。一皮むけたヤマンドラゴラさん男性、はい、僕はモンスターハンターシリーズで比較的いろんな武器を使うのですが、うん、体験、体験なの大剣なの、どっちが正しいの、大剣、体験かな、体験じゃなかった、体験、体験だった気がする、うん、体験を大剣だって言ってたような気がしたな、体験だけは絶対に使いません、うん、あら、気がつけば4000時間プレイしていたモンハンワールドアイスボーンでも1回も使いませんでした、うん、理由は中学生の時同じ部活で一番嫌いだったやつが俺はモンハンで大剣しか使わないと言っていたからです思春期の変な意地を10年経った10年以上経った今でも、意地を張っています、うん、なるほどね、まあ、まあ、あいつが使ってたからっていうね、まあまあ、まあ、いいんじゃん、いいんじゃん、どうでもいいんじゃん、上から来た、うん、続きまして、はい、離島に住む人さん、男性の方、はい、どうでもいい話ですが私はコーヒーが好きです、うん、基本的にブラックコーヒーが好きで日々飲んでいるのですが、ブラックを飲んでいると周りからカッコつけてブラックなんて飲んじゃってさみたいなことを言われます、うん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 、今時カッコつけてブラックコーヒーを飲んでる人なんていないと思います、うん、うん、テッドさんはカッコつけてブラックコーヒーを飲んでいますか、質問にしちゃうとちょっとねどうでもよさがあれですけどああでもブラックコーヒーかっこいいっていうのは今でもあんのかな、昔はあったね、まあ、なんかちょっとそうね、うん、まあそうだね、ブラックで飲むとかっこいいなみたいな、うん、うん、なんか甘いのがダサいみたいな感じじゃん、そうだね、そうだね、雪印かなんかのあのパックのやつだと甘いから、これは好きだったんだけど、コーヒー牛乳っぽいみたいな言われる、うん。はいはい、吉永さんが毎日飲んでる。あ、そうなんだ。そんなんなんだ。甘いよなあれ。甘い。久しぶりに飲むとめっちゃ甘いよ。ね、甘いね、うん。ブラックか。まあまあ。うん、いやいいいいと思います。まあまあ、いいと思います。いいんじゃないですかね。いいと思います。感想が感想がいいと思いますか、いいんだけどいいよ全然いいそれ以外多分ないんだと思う、ないよ、膨らんじゃう、こうなっちゃうからね、うん、膨らんじゃうことがそんなにないから、そう、起伏がないから、うん、そう、うん、膨らんだらだっていい、どうでもよくないんだもん、そうそうそう、いいと思います、なるよね、うん、うん、青戸さん男性の方、はい、はい、先日とんかつ屋に行った時の話です、うん、少しグレードの高いメニューを注文したところ店員さんに、うん、あ、その商品でございますかみたいなことを言われ、うん、あ、もしかして品切れなのかなと思ったのですが、うん、続けてそちら私の一押しでございますと言われました、うん、あ、そうですかとしか言えませんでしたが、とんかつは美味しかった、うん、とんかつでそんなこと言われるんだ、とんかつ屋で、ね、一押し、それ一押しなんですよ、お、先に言ってほしいよね、そしたらね、一押しはこちらになります、あ、時々なんかだったら、うん、ね、あったりするよね、とんかつ屋じゃなくてもこちらですみたいな、そうそうそう、あるけど、あれっていける、おすすめこちらですって言われた時に素直に、あ、じゃあこれって考えてみますって言っちゃうの、ま、俺もそう考えてみます、すいません、ちょっと、うん、あ、はい、あ、それで注文の時に呼んでくださいって言われるタイプの時ね、そう、あの一番最初、うん、そうね、はい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 、うん、うん、いや、まあ他に食べたいものがなければ行くかな、うん、うん、俺あのおすすめ、あ、はいはい、どうぞどうぞ、俺最近、うん、うん、とんかつ好き、はあ、とうとう来てくれた、うん、俺も最近好きなんだよあ、す
ごい好きだな。あのさ、美味しいとんかつってさ、うん、美味しいよね。美味しいんだよね。なんか想像を超える美味しさ。そうなんだよ。え、美味しいってなるの本当に。でも、うん、気をつけてほしいのは、うん、俺ガストのとんかつで、うん、奥歯かけてんのよ。昔硬くてってこと？わかんないけど半分なくなってるから本当に気をつけなきゃいけない。あんまりそう、カツ丼半分なくなるぐらい。そう、なくなったの。ガリッつって。やだ。え、とんかつの何部分がわからないの。とんかつってそんな硬い油か衣衣でいく？衣があったってこと？うん、気をつけた方が。あ、でも、でも俺はとんかつは本当昔から好きだ。好きだよね。そうだね、確かにペイさんはとんかつ好き。そう、俺好きなの何って言われたらとんかつとカツ丼だから。顔から来てるか。でもとんかつもね、いろいろあるんだよな。衣が、うん、そのなんつうかくどくないのがいいなって感じた最近は。はい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 、はい、うん、油もまあ肉の油も控えめで、うん、はいはいはい、衣もねくどくない感じのがねすごく好き。この前あのさ、うん、あ、いや、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、どうぞ、全然あの、その、え、じゃあ言っとくよ、言っとく、あ、一応言っとくと、この前特上のとんかつ行ったんですよ。うんうんうん、やっぱちょっときつい。あのね、いや、わかる。とんかつの特上は、うん、なんかね、もう俺らには無理なのよ。ちょっときつい。あの特上ってかっこ油ですみたいな感じだから。そう、それをね知った。そうなの。20代までの特上なんだよね、あの特上って。普通でいいね。普通でいい。普通がいい。普通でいい。いや、だから結局とんかつって CM みたいだな、うん、あの、うん、普通がいい。カツ屋のも美味しいけど、うん、チェーン店のも普通にちゃんと美味しいから。あ、いや、分かる分かる。美味しいよね。そう、なんかちょっと舐めちゃうけどさ、チェーン店のってめーと思うけど、うん、食べたらうん、うめえってなるよね。いや、あれはね、うまいのよ、うん、だからあんまりそう、生のやつですとかあったりするけどさ。そうなんだよな。二人がどれぐらい気づいてるのか分かんないけどさ、うん、アジフライってうまくね？めっちゃうめえんだよ。わかる。なんかあんまりいかないんだけど、うん、てかあんまりない、そもそも。なんか、うん、こう気づいてみるとアジフライが世の中に、うん、だからたまに見た時、見かけた時に頼むと、うん、うん、うめえってなる。アジフライ、な、何でいく？何でってどういうこと？何つけてくる？醤油。あ、そう、その場にあるもの。あ、まあそうか。うん、いや、その場にあるもの。ある。あのね、つけて食べる。塩もいいのよ。あ、塩もいいね。いいね、確かに。いいのよ、塩。とんかつとかも別に塩でもいい、全然いいの。うん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 。げんちゃん知ってる？あ、誰？げんちゃん。あ、ちょっとごめん。ちょっと。げんちゃん知らない？げんちゃん。げんちゃんって。ごめんごめん。ちょっと。げんちゃん知らないか。だ大工のげんさんじゃなくて？違う違う違う。でもちゃんと星野げんちゃん？いや、星野げんちゃんじゃない。誰だ？他にげんちゃんいるの？げんちゃん。何？ちゃんとだからその後が欲しい。何のげんちゃんなの？お店のげんちゃん。お店のげんちゃん。げんちゃんってお店があるの？げんちゃんっていうお店。え、げんちゃんって名前だったと思うな。どこにあるのげんちゃん？それはね、とんかつ屋さん。げんちゃんね、いや、あのね、いろいろある。フライもあったり、多分メインは、うん、あの海鮮なんだけど、そこにフライもあって。げんちゃんのげんは何？源じゃなかったかな。源しずちゃんのげんちゃん。げんちゃん、これ神奈川とかだけなのかな。あ、いや、この前でも都内にあったな。築地食堂げんちゃん。そう、げんちゃん。築地なのかな。動かしフライ定食。いや、知らんな。ちょっと知らんな。これね、ちょこちょこいろんなところにあるんですけど、なんか有明店とかもある、ね、うん、そう、あるんですよ。北海道もある。確かにちょこちょこあるわ。ちょこちょこあるんですよ、都内は。結構あるあるよね。うん、でもまあちょっと離れちゃうと、まあ、あんまりなくなっていくな。これアジフライ美味しいっすよ。池袋サンシャインシティ店だから、あれ、あの時行ったの？あの、あん時水族館の時行ったの？そういうことでもなく？あ、その時じゃない。あ、うん、サンシャインは別だもんね、場所がね。近くねえわ。うめえ。
へ、近くにないわ。なんかお手軽に食べれる感はちょっとあるな。あ、うん、ちょっと食堂的な感じ。うん、うめえ。うめえんだ。ちょっとチェックしとく、うん、結構いろいろうまい。何個か何回か行って違うのも頼んだけど、うん、美味しいですね。そう、いや、なんかいろんな中、それこそとんかつとかあった中でアジフライって 見ちゃうとさ、うん、うんうんうん、あんま行かないからさ。いや、そう、ね、そうなんだよ、そうなんだよ。だからめったにやっぱ食べないのよ、機械は。うん、で時々行った時によく、うめえんだなこれ。いや、うめえ。うん、なんかそう、塩分の凄さやばいよね。まあわかる、うん、それはそうすごいよな。それはマジでそうね。間違いなくパンパンになるなこれっていう味してる。うん、うまいんだよ。最近なんかね、魚好きなんだよな、ちょっと。あ、いいね、うん、とんかつが好きになってきたって言ってるけど、そう、とんかつも好きになってきたんだけど、魚を欲することがちょっと多くなってきた。まあわかるわ、うん、うまいよな。そんな感じ。魚ない。なるほどね。続きまして、うん、何だったかもう忘れちゃってたけど、もうそれぐらいがどうでもいいから、うん、思い出してはいけない。そうだね。爬虫類顔＆ライオンたてがみ男さん、男性の方。はい。僕は手羽先を肉だけではなく骨ごと食べます。ただ安い手羽先の骨は食べません。いいお店の手羽先であれば骨まで食べます。そうですね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 。手羽の骨いく？手羽の骨っていけるの？まあ柔らかいのか多少は。いや、まあでもスカスカな時ってあるよね。なあ。もうめんどくせえからってことなの？手羽をそのなんかひねって取ったりするの。いや、どうなんだろう。だからエビフライの尻尾もいっちゃう人って、うん、どういうななんどういう感覚で食べてるのか分かんないけど、いや、ここも、それと一緒？ここも食べれるわの感覚でしょ。なんかそう、昔からの感覚だと思うんだよね、別に、うん、食べたいからっていうよりはなんか昔からそうしてたからそうだって。そうだね、別にここも食べれないことはないから食っちゃおうみたいな、うん、あれじゃない、癒しさではないと思う。だからこの人もそういうことなの、そういうノリじゃない。まあ骨までいけるから行っちゃおうみたいな。でも高いと安いで区別があるからね、この人、うん、そうなんだ。安いとなんだろう、ね、それちょっと分からんけど、うん、そう、なんかあんだろうな。うん、ちょっとあんまり論争を呼ぶかもしれないけど、カニって好き？二人とも。まあそうね。そのままいけるものが用意されてたら好き。そのままいけるっていうのは ほじくり出さずにってこと？そう、俺ほじくるのが、まあそうね、ちょっと面倒が上回る時があるかな。そうなの、俺カニのあの取れ高の少なさが、いや、そうね、労力に合ってなさすぎない？合ってないね。あのさ、カニ好きな人ってさ、ここも食えるじゃんっていう人がいて、そうだ、ここが美味しいのにみたいな、そうそうあるよね。それがちょっとこっちには重すぎて、うん、そうなのよ。腕とかにこう切れ込み入れてくれてたりしてさ、するね、そこから割るんだろうなと思うんだけど、なんかそう、うん、いや、そうなんだよな。しゃぶしゃぶっぽくなってるのあるでしょ。ああ、なんか、うんうんうん、ちょっとだけ殻ついてて、うん、中身でもう、そう、もうプルンといけますよみたいな。うん、もうああなってたらいいよ。はいはいはい。あれは好き。でもあんまほじくるのが、うん、いや好きじゃないか。そうなんだね。それはそうね。まあわかる。そう、親はすごい好きで、うちのカニが。あ、うん、うちも好きだった。そう、だからなんか。よく出てた、よくってほどじゃないけど時々出てたんだけど食卓に。だから親が好きだからあんまり行ってこなかったけど、うん、今満を持して言う、めんどくせえなって。えまあそうね、面倒ではあるかな。そう、そう、面倒だね。続きまして、はい、ドンゴンさん、男性の方。はい、はい。雑談第340回のテーマはどうでもいい話にして恋人のあかねちゃんの魅力をお伝えしたドンゴ。ああ、そこでなんかマジでどうでもいいみたいな。マジ、こいつマジどうでもいいって言った気がする。うん、そのあかねちゃんと3月20日水曜日をもってお別れいたしました。あら、あれ、
括弧恋人の関係を解消しました。いらねえ。いらねえ。いらねえ。わかるわかるわかる。なんわかるよ。なんでしてんの。この補足は。いらねえ。いい補足。お別れまでの経緯は詳細省きますが、大学1年生から5年半の交際を終えることとなり、うん、結構長かったね。今も人生で一番落ち込んでいます。おくしくも3月19日の公開収録で次回のテーマがどうでもいい話と決まり、この別れは私にとって全然どうでもよくない話なのですが、うん、皆さんにまたクソどうでもいいよと流していただきたくメールしました。サリン賞のイベントに2人で行き、お三方へ彼女を紹介すると夢を叶えることができなかったことが本当に悔やまれます。別れちゃう年間ありがとう。しんみりさせちゃったらすみません。してるよ。しないしてないしてない。してる、うん、してる、うん、してる。じゃあどうでもよくないじゃん。そうしたらドンさんはしたね。した、なんか5年半はちょっと確かに長いは長いか。長いね、まだ24歳。あ、24。じゃあ19ぐらいであのしょうもねえ紹介してあげますよみたいな。そんな前だったっけ。あ、そうなんだ。そうなんだ。結構でも続いたね。そうだね、まあまあよかった。そうだね。なんか声が出なくなっちゃった。ダメだ。まあまあまあ、あかねちゃんか、頑張ってくださいよ。またなんかしょうもないのあったら送ってください。なんかどうでもいい時しか送ってきてくんなくない？そうだね。なんかあんまりどうもって見なくない？しかも今回ちょっと重いじゃんな。そうだよ。まあでもしょうがなかったんだな。送らずにはいられなかった。そうか。どうもの気持ち。続きましてペダイヨチャさん、女性の方。はい、おととい中村さんと意見が合致したことをお話ししたいです。誰？中村さん。中村さん、お話ししたいですって何？中村さんに、タマヒュンってあるよねと言ったところ、中村さんも女性で、この人も女性なんだけど、その中村さんにタマヒュンってあるよねと言ったところ、中村さんが、わかる、出てくると言いました。私はだよねと言いました。なので女性はヒュッとした時だけ玉があります。出てくる、出てくる、何ですか玉が出てくるってこと？それ時だけ玉が出てくるの？玉ヒュン出てくるって、彼出てくる。玉ヒュンの場合男性の感じ化すると玉が引っ込んじゃう感じ。そうなんだよね。出てきちゃったわけなんだよね。引っ込むんだよ。そう、わーってなってこう、なんか内側に入っちゃうよーみたいな感じなんだよね。だからちょっと違うのかもしれない。違うのかもしれない。出てきちゃダメなんだけどね。でもないはずなのに玉が出現し、それがヒュンってなるっていうことを多分言おうとするのかな。それをまとめて出てくるって言ってるのかもしれない。だからまあ女性でもあの感覚はなんか下半身がザワーソワーってなるみたいなのが分かるってことだよね、男性だけではなく。だからタマヒュンっていう言い方がちょっと現代的ではないのではないかということなのかな、かな。ちょっと変えていかなきゃダメなのかもね。タマだけじゃないですよって。でも出てくるって言ってるからな、ある意味タマヒュンではあるのかな。またとかまたヒュンとかそういうことになるからだからね。かな。タマヒュンって最近使うんですかね、そもそも。どうなんだろう。タマヒュン、まあ、言わないけどな、そもそも言わないよな。あんまりタマヒュンって俺タマヒュンしたとか言ったことないかもしんない。あんまりなさそうだよね。何のタイミングで、あのなんか高いところにいる時とかのイメージなんだけど、まあそうだよな。一番わかりやすいのはそうかもしんないね。だよね。高いとこから下見て、あってなる、うえってなる。タマヒュンしちゃうっていうふうに言うぐらいだよね。どうさんでもタマヒュンっていうよりもなんかチンチンがとかっていうもんね。そう、言っちゃう言っちゃう言っちゃう。俺もおチンチンがちっちゃくなっちゃったとか。そうだね。どうさん大きいけどおチンチンがちっちゃくなっちゃった。カッコ、カッコ本当は大きいけど。カッコがいらねえ。言うかもしれない。内側入っちゃう。内側入っちゃうよな。言うかもしれないね。そうなるほどね。女性にもこういう感覚ある。女性にもあるんだね。これはちょっと新発見ですね。
中村さんだけ、あ違う、中村さんだけでもないのか、その2人、そうそう、この2人か、うん、は来てくれました。はい、うん、続きまして白ご飯大好きさん、女性の方。はい、はい、私は30年生きてきて一度もココイチのカレーを食べたことがありません。ほう、うん、カレーも好きだしお店も近くにあるんですが、カレーを外で食べる習慣がなさすぎてここまで食べずに来ました。あーもうほうほうほうなるほどね、ここまで来たら初めてのココイチは特別な日にとその時を待っていますが、その特別な日がいつなのか自分でもわからないため今も食べてません。うん、いつ食べたらいいですか。 あれ質問してきちゃったよ。質問だね。別にいいよ、食えよ、うん、いなさい、いつでもいい、いつでもいい、いつでもいい。でも俺もそうだったよ、あの外でカレー食うってなんだろうってちょっと思ってた時期はあった。俺も、うん、俺もそうだし、そもそも俺カレー好きでも嫌いでもないぐらいな感じだったから、うん、でココイチは美味しいなって思った。うん、なんかちょっと違くない？まあ、ココイチってルーはちょっと違う、まあ、ちょっと違う、だから苦手な人も結構いると思う。ああなるほど、そうか、ご家庭のカレーが大好きとかだったらまたちょっと違うのかもね。まあそうね、バーモントとかああいう系が好きとかさ、うんうん、なんかいろいろあるじゃん、うん、結構普通でも辛いからね、中辛スタートなはずだから、そうだ、ね、辛いかも、うん、ああいやまあカレー、うん、カレーで言うと俺金沢カレーみたいな、ちょっと黒カレーちょっと苦手意識があって、ゴーゴーカレーみたいなやつ、あ、まあ、ゴーゴーカレーもそうか、うんうんうん、ちょっとこうドロドロ固形強めみたいな。キャベツと一緒に食わない黒いやつって。あでもそうかもね、モリモリなイメージは確かにあるね、モリモリって何どういうこと、どういうこと、どういうこと何っていうのは、あんまりだからキャベツと食べるっていうさ、うん、あカレーが、うん、なかったけど、なんかやっぱ黒いやつになんかさキャベツかかってるな、なんでなんだろうみたいな、ね、色味じゃねえの、色味かな、茶色がまずいからわかんない、緑入れとくみたいな、うん、なんだろうね、うん、あれちょっとそう、なんか、あ合うなって思ったことがそんなに正直ないんだよね。まあでもな、ココイチだけでも結構そのああ合わないだろうみたいなのあるからね、言うて、あ、まあ、トッピングね、そうトッピングいっぱいあるからさ、わかるわかる、うん、そうね、うん、まあありがとうございます、いつだっていいと思うよ、うん、うん、別に多分それそう一回食うとその悩みというか、あそうだ、ね、消え去るよね、うんうんうん、あと思ったより高えなってなるとね、そうね、トッピングしだすともうそうマジで思ったより高えから、俺もだから昔特別な日にしか食べてなかった俺失礼失礼って言いながらも死にそうだったけど、うん、俺初めて食べた時あれだわ、なんかバイトしながらなんかご飯頼める環境にあって、でその周りの人たちがなんかお腹空いたからココイチ頼もうよみたいなのがあって、うん、で俺確か入りたてでそのシステム全然分かんなくて、うん、で俺ココイチ食べたことなかったからその時に一緒に頼んでうめえなってなった。うん、そこで初めて食べたかな。で家で頼んだとかはなかったの、最近だよね家で頼む。まあそうだね、まあそうだね、ワイツが多くなって、ではラストかな。お、はい、よそじさん女性の方。はい、はい、中学の娘は切ったウインナーが嫌いです。うん、丸のままだと食べます。丸っていうのはそのままってことかな。あ、切らずにそのままだと食べます。一本だとってことか。うん、先日このことについて娘と話をしました、うん、私味は同じでしょ、バナナを1本なら食べられるけど包丁で半分にしたら食べられないって言ってるみたいなもんよ娘、うんうん、味は変わる、切るとウインナーがダメになる。私、じゃあ丸のままをかじって残った半分はダメになっちゃうの娘、包丁と刃は違う。私、じゃあかじったウインナーだったら食べられるんだ娘、は何言ってんのやば、キモ以上です。キモで、キモで終わらされたか、締められたか、キモ締めでしたね。うわ、まあでも言う、どっちも言わねえ、まあお母さんの言うことも分かる、全然分かる、まあまあ分かるね、
ウインナー切るとウインナーがダメになる。ダメなの？ウインナーって切られて出てくること多くない？え？そんなことないか。丸々一本。家、まあ、最近コンビニのぐらいでしか食わないから。まあそうか。あれ丸々だもんね。自分で焼きそば作るときになんか。まあ確かに。ちっちゃく切って入れて、あの斜め切りみたいなやつね。そうそう、まあめんどくせえ時はもう真横に切っちゃって、うん、はいはいはい、はい、まあ確かにね、ピザとかにも乗ってたりするし、ああそうだね、ナポリタンとかも、ナポリタンもそうだね、うん、斜めのやつあるよね。だからああいうのがあんまりってことなのかな。そうなのかな。まあ丸々一本だとなんかパキョッショップキョッみたいな感じで食うってことだね。そうだね、汁飛び出てね。いいよね。まあ分かるよ、まあ、あれも確かに、確かにあれもいいよな、うん、いい、あれがなくなるよね、うん、うん、パリシャキシャキとかパリパリ感がなくなるからね、うん、切っちゃうと、うん、あ、肉汁とかもまあそんなに感じになっちゃうし、うん、なるほどね。あ、なるほどね。まあ山木も、キモ、ちょっと言い過ぎかっていうぐらいか、うん、まあ、じゃあ人の歯ならいいんだって言ったんだもんね、お母さんね。そうだね、うん、まだそれ歯やばキモ、うん、です、うん、やばいキモ、それはキモい、というわけで皆さんいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあまあ気の抜けた感じでいいんじゃないですかね、うん、いいですね。じゃあ普通のお便りもいくつか紹介させていただきましょう。はい、まずはみどりさん、女性の方。はいはい、最初皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。お便りを送らせていただいたのは薬局について先週話題に上がっていたからです。はあ、この方は現在、うん、薬局薬剤師さん。うん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 。うん、まず薬局と病院が分かれている医薬分業について、なんか分かれてるようになったよな、うん、気がつけばみたいな話をしてた。医薬分業とは医薬品の使用を医師と薬剤師とで二重にチェックにし、患者さん一人一人に処方された薬の効果を安全性を一層高めようとする制度。うん、うん、なるほど、うん、患者さん的には病院と薬局で待ち時間が二重に増えてしまうので大変だなと思われるかもですが、うん、実際に例えば処方のミスみたいなものは思った以上に多い可能性があると、うん、飲み方の回数が多かったり少なかったりだとか薬の量がちょっと変みたいな感じで、はいはい、それを二重にチェックすることで安心して薬が飲めるんだなと思っていただければと思います。なるほど、ダブルチェック兼ねられてますよちゃんと、ということだね、うん、はあはあ、ダブルチェックね。あとお薬手帳についてですが、うん、お薬手帳持参で薬局に処方箋を出すと2回目以降かつ3ヶ月以内の来局で、何十円か窓口負担がお安くなることがあります。あ、そうなんだ、初めての薬局では安くなりませんのでご注意ください。なるほど、正直お薬手帳を持ってきていただけるとこちらも今何か使ってるお薬ありますかと聞く手間が省けるのと、事前に分かっていると薬を出す前に相性に問題がないか確認できるので大変ありがたいです。なるほど なるほどな、うん、まあそうよね。まあそりゃそうよね。じゃなきゃ作んねえもんな。お薬手帳は紙製でなく話題にも上がってたアプリあります、うん、今いろんなところからアプリが開発されており、使い勝手も違うのでご自身の合うアプリを探されるのかもいいと思います。うんうんうん、ちなみに e-park っていうのかな、 e-p-a-r-k e-park お薬手帳というアプリは自動連携機能があります。ほうほう、対応している薬局で薬をもらい必要情報を入力すると、それ以降は薬をもらったら自動で薬の情報が入るようになるのでおすすめです。すげえ。確か連携した薬局で薬をもらった履歴があれば過去1年ぐらいは連携時に情報が入ったかと思います。いいじゃん。あはあ。俺ちょっとこのアプリね、さっき入れてみまして。あ本当。うん、でも連携が取れてないからあれなんだけど。アプリって見せるの？そうすると。画面を見せるんじゃない？お薬。が、あなるほど。うん。お薬手帳ありますか？入って結構画面を見せるの。まあ手帳を見せるってそういうことじゃない。うん。なんかそうだった気がするな。うん、なんじゃないかな、うん、多分。そして事前予約もリパークや予約薬。予約薬というサービス、 LINE でも処方箋の写真を送って受け取り時間を入力すると薬局にその画像が PC ファックスに来て、時間に合わせて準備するというものもある。へー、 LINE で処方箋の写真を送るみたいなこともある。来局時に必ず事前予約してますなど一声があると忙しいと事前予約に気づかないことがあるので大変助かります。あ、なるほどね。なるほどな。よりよく
するサービスは用意されてるんだね、ちゃんとね、うん、なるほどな、うん、あ、じゃあそれ対応してるところを見つけておいて、自分家の近くとか、うん、そうだね、もしあるんなら入れて良さそうだね、良さそうだな、うん、そうだね、なんか近くのこれ出てくるってことはそうなのかな、うん、あ、何そのアプリ内で出てくるの、アプリ内でなんか対応薬局出る病院みたいなので地図でチェックして入れるみたいなのがで、今申請中だから向こうで確認してもらうんだと思う、多分、あ、なるほど、あ、なるほどね、今まで使ってたらその保険証の番号とか打ち込むとかあったから、うんうんうん、それで向こうで対応するとかそういうことなんじゃないのかなと思って、あ、入れようかな、ちょっと入れようかな、なんか、ね、ちょっと調べてみよ う、 そうアプリ見たら12万いいねみたいな感じになってて、なんかだからみんな使ってんだと思って誰にも教えてくれなかった、ね、そんなの見してるとこ、俺前いいですって断っちゃったやつだ多分それ、言われてる、おすすめされてる、それでお前次持ってきたらあれこの人って言われるのこいついいですって言ったわけだな、結局入れないんじゃん、なんだみたいな、断っちゃったやつかもな、なるほどね、もうちょっとあの LINE を進めてくるので敏感になってるからさ、ちょっと分かるわ、ちょっとやだよねやっぱり、ちょっと、なるほどね、うん、続きまして、ステイ様の産毛さん、男性の方、はい、お三方こんばんみ、はい、ビビるビビる、うん、ビビる、豚に去年2度右手の骨中指手首を折られた産毛です、ああ、うん、前回のお三方テーマで養豚の話が出た時にちらっと自分の話題が出たと思ったのでお取り送りました、はい、最近では仕事内容が変わり前任の人が指を骨折した、出荷前の豚100キロから120キロを計量器に力ずくで押し込んでいます、あ、そんな仕事してるんだ、うん、めっちゃ大変そうだな、おかげで手首がまた痛みだし左肩も痛めて膝も痛みが引くことがあります、ボロボロにされてるじゃん、なかなかだね、ちなみに前回豚って噛むのと、言われてましたが、あいつらは平気でカッパや作業着のズボンを噛みちぎりますのでご注意ください、あ、やっぱ強いんだね、なるほど、今後も豚と格闘していくので勝ったり負けたりしたらお知らせします負けんなって負けた時ってなかなかやばい時じゃない、骨折れてる時ああ相当やられてる時だよね、勝ったら勝ったでなんかちょっと悲しくなる可能性もあるし難しい、うん、まあでもぜひぜひ送ってください、はい、続きましてディープブルーさん、男性の方、はい、はい、トサンペサテトサ、こんにちは、こんにちは、私は昨年の12月の雑談で大学受験を控えているので YouTube をしばらく制限する、全国の受験生に熱いエールをなどといった内容のお便りをさせていただいたものです、うん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 、覚えてますでしょうか、まあもちろん、まあ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 、うん、12月は、うん、ギリギリ覚えてます、うん、全然最近のことじゃんね、そうだよさっきだ、うん、私は今日は私の大学受験の結果を皆さんにお伝えしようと思います、はい、結論から言うと第一志望にしていた大学には合格できませんでした、あららら、未来への希望を失いかけていた中、改めて私のお便りが採用された時の雑談を聞き返していると鉄道さんが結果はどうあれ頑張ってほしいというようなことを言ってました、うんうん、どうってことない言葉でしたが、この言葉のおかげで自分がこれまでやってきた勉強努力を改めてでもし、なんとか立ち直ることができました、ありがとうございます、よかったですね、私は春から滑り止めとして受けていた私立大学に行くことになりました、ああ、ね、うん、いいじゃないですか、皆さんが思う、一人暮らしするのでこれから皆さんが思う一人暮らしのアドバイスがあれば、どうでございます、一人暮らしのアドバイス、アドバイスね、学生とうちらの今の環境とはちょっと違うしな、そうだね、うん、なんだろうね、なんだろうな、まあ火元かな、火元、つけっぱにするなよみたいな、あコンロにかけっぱなしとかね、夜間も俺やったからさ、一度、あとマンションとかだと、うん、思ったよりお隣さんに挨拶はしない、うーん、今しなさそうだよね、今はもっとしないだろう、ね、うん、もう全然しなくなった、そうね、なんかあるかな、まああとは本当にうるさくしない方がいいよっていうこと、ああまあそうね、うん、かな、思った以上に多分うるさくするから、うるさくなっちゃうから人って、はいはい、ドッタドッタこう歩いたりとか、ああ足音ね、そうね、声とかもかなり
響くからね、あの、うん、静まり返ってたりすると、はいはい、ちょっと注意、気をつけながら暮らすといい、うん、いいかなっていう感じかな。うん、一人暮らし、でもその一人暮らしの豆知識みたいなの知らないからさ、あんまり。うん、確かにね、うん、どうやったらいいよみたいなね、うん、自炊するしないでも変わってくるじゃん。そうだね、うん、自炊するのかしないのかで大きく違うな。全然違うよ、違うよね、難しいな、うん、なんか難しいね、なんかない、うん、ないな、うん、ないアドバイスゼロでした。ないね、ないね、アドバイスないです、うん、頑張ってほしい、うん、うん、大学なんてもう東大以外と一緒だよ、みんな全部多分、うん、おそらく、うん、お母さんのありがたみを感じるようになると思う、多分、うん、あ、一人暮らしだとそうだねそう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 、まあ、電気代とかも自分で払うんだとかさ、そう、水道代とか電気代高えなって思うと思う、多分、あ、昨今もう本当に高くなってるから、うん、ビビり散らかすと思う、電気代の高さに。いろいろやっぱかかるからね、うん、頑張ってほしい、うん、頑張ってください、続きまして、はい、はい、我こそはグミ王、30歳の方、お、皆さんこんばんは。はい、こんばんは、初めてお便りさせていただきます、はい、はい。先日の雑談で鼻の粘膜を焼く花粉症治療のお話があったと思います。あったね、やりたいっつって、私は幼稚園の頃から重度の花粉症で鼻水、うん、涙や目のかゆみの他にも発熱、頭痛、皮膚湿疹などを毎春繰り返しておりました。あ、いろいろと治療を試す中、鼻粘膜ももちろん焼きました。うん、結果もう二度とやらないぞと思っております。あれ、うんうんうん、この人の場合はそんなに効かなかったのかな、うん、焼き切るときはそれほど痛くはなく、焦げ臭い違和感程度も20分あれば終わります。あ、そんなもんなんだ、うん、しかしその日の夜から3日ほど透明な汁が鼻から出続けました。鼻水とは違う、それはどうなの、まあ、鼻水なのかな。鼻水のように鼻腔内にも停滞せず、鼻血のように垂れ落ちていきます。あら、あ、実際に血も混じっていました。あ、鼻からなんかまたラーで出ちゃうってこと？鼻毛がないからとかなのかな。ああ、止まってくれないとか。なるほど。鼻クソ生成されない？この、鼻の穴にティッシュを詰め、マスクで隠しながら生活をし、数十分ごとにティッシュを詰め直すという毎日が正直辛かったです。怖っ。寝ている時にも特に止まらなかったので、体を横に向けば枕が濡れ、上を向くと喉に落ちてきました。じゃあ鼻水ってわけではなさそうだな。眠れなかったってことで、だからね、溺れるよな、そんな。そこまでして迎えた春、うんうん、私は、元気に鼻水ババアになってました。え結局だからこれ効かなかったの。効かないんだ、うん。お医者さんからはまだ若いから粘膜も元気ですね、40超えたらまた入れましょうと言われましたが、今の時点でやる気ゼロです。そうなんだ。そう、まあもちろんこれは個人差あるだろう、うん、で病院によるだろう。一回じゃあんまりっていうのもあったね、なんか話もあったね。確かにあったね、うん、だからまあ本当人それぞれ、聞かない人は聞かないし、聞く人は聞くしっていうことだろうね、うん、まあだからこういうこともあるよと。ああ、なるほどなるほど、そうか。何回か言った方がいいんだな。そうだね、難しい、うん、なるほどね。続きまして、ももりんごさん、女性の方、はい、はい、ドンさん、ペサテッドさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。先日の雑談で週休2日などの話題が出ていて思い出したのですが、はいはい、サニショのお三方や、リスナーの子どもの時代、うん、学校は月曜から土曜まででしたでしょうか。ああ、ちなみに私は鉄道さんよりも少し年上なんですが、うん、小学校4年半ぐらいまでは、4年生ぐらいまでは土曜は半ドン半日、うん、はい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 、日曜休みで5年から通っていた学校が週休2日となり、うん、の実験校となり土日が休みとなりました。まあ確かに、土曜日そうですね。実際一つ年上のいとこは土曜も学校があったりしたので、ギリギリ鉄道さんもしかしたら週休2日と土曜半ドンの狭間を経験したことがあるのかなと思いお便りしました。うん、俺と多分ドンさんもしたね。
途中まで土曜日は午前中、うん、小学校まではそうかな。行ってた行ってた。まではそうだったな。半ドンって言ってたよ。ちゃんと半ドンなんて言ってないな。半ドンとは言ってなかったな。うん、知らない。半ドンって言わねえの。なんなの？半ドン、ドンは何？ドンは何なんだろうな。これ知らずに言っちゃうやつね。そう、みんなが半ドンって言ってるから半ドンって言ってた。なんかドンってドンまで行くみたいなさ。天井までみたいな。ああ、そういう。あ、そこまで、そこってこと？照明機材とかバトンをこう上げていくと上に、うんうんうん、最終的にドンって天井までドンってつくのをドンまで行くみたいなこと言うんだよね。はい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 。あれのドン。へえ。それの半ドン。半分。半分。違うのかな。わかんないや。え？いや聞いたことない、半ドンは。本当。半ドンって。なるほどね。わかんないです。休日って意味のドイツ語、え？説ドイツ語なの？ドイツ語使ってんの？でもオランダ語、オランダだったらまああるか。うーん。へえ。でもなんかいろんな説がある。ドンタクですよっていうのは博多ドンタクのドン。なんか説がいろいろあんのか。ドンタク。オランダ語で日曜日休日を意味する、うん、ドンタクがなまってドンタクになった。うん、あ。ドンタクってそこから来てるの？博多ドンタク、休日っていう意味から来てるってこと？ドンタクって何？博多のお祭りでさ、あ、ドンタク祭りがあるの？ドンタクってあるんだけど、へー、なぜオランダ語なんだろう。まあよく輸入されてたからね、オランダ語。そうね、カステイラみたいなの違うかもしれないけど、そんな感じで、はー、言葉とかも輸入されてるんじゃない？だから昔お昼のお昼に大砲の音でお昼を知らせてたから半ドンですよっていうのもある。ドーンってなってたってこと？へー、そういうこと。いろいろある。半は何？半は、半はお昼に終わるだったらドンでじゃん。うん、だから土曜はドン、一日の半分ってことじゃない？一日の半分でドン。でもお昼にドンってなってたんでしょ、うん、でお昼に学校終わったわけでしょ。ドンって言ったら半は嘘じゃん。あ、半分で終わってドンだからってことか。そう、ただただ、うん、ただただ一日の半分がまあお昼と考えて、お昼にドンってなってから半ドン。半ドン。ああ、午前中授業って言ってたわ。単純に。ああ、午前中授業みたいな言い方も確かにしてたね。そう。でお昼に帰ってきて、お昼で家でご飯食べて。うん、友達ん家に遊び行くとこだったよね、うん、そう、土曜あったりなかったりあったりみたいな感じだった。それとももうさっスパッとなくなった？いや、覚えてないな。覚えてないけどスパッと行った気がするけどな。あ、うん、ちょっと慣れるまで時間かかった気は。いや、分かる分かる。なんか試験だかなんだかであったりなかったりがあったような記憶もちらっとあるんだけど、それがもう実際かどうかもう昔すぎて分かんないわ。2週に1回とか例えばね、そういう感じとか。ああ、なるほどね。いや、ちょっと分かんねえわ。もうあんま覚えてない。覚えてねえや。昔のことだからな。小学校の頃だもんな。うん、続きまして、下月生まれのメガネさん、男性の方。はい、ドンさん、ペスアテッドさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。お三方に質問したいことからメールしました。うん、最初の皆さんは何かしらの出来事を形に残しておけばよかったなと思うことありますでしょうか。はあ、例えば旅行に行った際に動画や写真を撮影しておけばよかったなみたいな感じで。ああ、自分にとってはこれがあるゲームプレイになります。はいはいはい。プレイステーション3で発売された COD ゴースト、うん、はいはいはい、自分はこのゲームで芋砂で80キル0ですというスコアを出しました。芋砂で、まあすごいけどな、芋砂で80キル、ね、80やってたらもうこれはね、貢献してると言っても。それは貢献してるよな。途中でだって真っ赤っかのあっちっちの人たちがだって溢れ返る。そう、行くよ。でやられて畜生でしょ。そうね。はあ、まあいろいろあって、でもこれを、うん、小学校高学年ぐらいで保存するという考えや危機がないため、本当にやったのか記憶が正直今曖昧になってきてると。だからなんか写真でも動画でもいいから、とにかく残しておけばよかったなと。ああ、まあ、なるほど。なるほどね。うん、まあ
ここまで強烈じゃないけど、まあ、あったらよかったなっていうのはそれはある。それはまあね、 ありますよね。うん、取り忘れちゃったなとか結構熱中しててさ、あ、それこそイベントの時とかさ、いやそう、うん、あのね、いろんな人と取ればよかったのにそれ結構あるよね。でこの前のそうレイジとかもさ、うん、やっぱなんか麻痺してて結構その、はい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 、配信を見ちゃったりしてるからみんなの、うんうん、最近はちょこちょこチラッと見に行ったりとかもしてるから、うん、なんかね、うん、会ってないっていうような感じがしなくて、はい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 、実際会うの初めてだったとか、あー、うん、そのストリーマーの人とかね、そう、ね、はいはい、そう、しかも通話もしてた、アリケンさんとかまさにそうで、うん、アリケンさん俺会ったことなかったんだけど、うん、全然その初めての感じしなかったんだよねやっぱ、はいはいはい、うん、もう通話もしてるし対戦もしてるし配信もちょこちょこ見てるしみたいな感じで、うん、だからその感覚でいたから、なんかあせっかく会ったんだから撮っときゃよかったなとか結構やっぱ思ったんだよね、はいはいはい、うん、俺なかなか写真いつかが言えないからさ、むずいよね。いやそうね、そう、うん、有名な人とかに会ってもなんか、しかもさその後にさ、もじもじして終わる、うん、その後にあげていいっすかもあるじゃん、あるね、写真やっぱね、うん、確認するよね、これであげても大丈夫っすか、うん、これなんですけどみたいな、うん、そう結構あるよね段階が、あるね、あるある。俺らなんかが撮られた時はさ、うん、全然いいですって、どうでもいいですみたいな、うんうん、どうぞどうぞってまあ確認もせずに OK 出しちゃうこと結構多いけど、やっぱ他の人が映っちゃってるとこれちょっと聞かないとあれだよなみたいな、そう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 、そうなるから、ね、手にあげれないからね、そう、そのことも考えるとなかなかハードル高いよな。レイジの日もさ、その控え室とかさ、もうやっぱあの、うん、プロの人たちであふれ返ってるのよ。そうね、はいはいはい、はい、ね、やっぱ応援に来てくれてる人もいるし、うん、セコンドでつく人もいたりするから、うん、あ応援でも来てくれてる人いたんだ。そう、いや結構いたのよ。でいやだからなかなかねプロの方とかはそんな会える機会って、まあ、今後はあるかもしんないけど、まあ、でも確かに会場会場によってその来る人違うから、ね、違うから、うん、ああこれ滅多にはないからね、お取っときゃよかったなとかやっぱ後から思ったわ。うん、まあ上げる上げないは別にしても記念として一個あるとはないとでは違うかな、うん、そうなんだよね。そうね、うん、そういう時に限ってなんか変な顔してたりとかさ、いやそうなんだよ、ちょっと変な髪型になっちゃったりとかしてさ、そうなんだよ、上げたいけどいやでもこれ上げるのちょっときついかみたいな、それはある過去そう写真撮ってはいいけど誰かと、いやなんかマジであるよな、この顔何みたいな自分のこの顔何みたいな、そうある、緊張しちゃってるとかさ、あるあるあるマジであるんだ、なんだこれみたいな、引きずってるとかさ、んこんな顔してんだろうつって俺上げてんの、ちょっと確認、割とあるね、いや割とある、何枚もあるわ俺、何なんだろうなあれな、あれ何なんだろう、なんであの時に限って変なんそうパーフェクトな時ないよねない、いやマジでパーフェクトじゃなくてもいいのよ、もうそう9大点いい50点でいいんだけど、うん、そのもっと低いのなんか写真上げていいラインをねはるかに下回ってんだよねあれマジ何なんだろうな、何なんだろうねあれ本当やだわ、本当あの時に自分が嫌になるね、なんでこんな変なんだろうみたいな、わ、うん、かる、やだわ写真ってむずいよ、むずい、うん、じゃあここで、どうしようかな、お豆ちゃんをちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、お豆ちゃんっていうのは皆さんが知っている豆知識を教えてもらうというコーナーですが、合ってるかどうか分からないので気になった方は自分で調べてみてください。はい、わけありカビゴンさん、女性の方のお豆ちゃん、うん、はい、前回の放送で QR コードって便利だよねとおっしゃっていたので QR コードについてお伝えします。うんうんうん、お三方 QR コードが日本発祥なのご存知でしょうか。へえ、そうなの。QR コードは伝送でバーコードスキャナーや光学文字認識装置の開発に関わっていた原正弘さんという方が、うん、製造現場からもっとバーコードの読み取りを早くできないかという要望を受けて開発された。ああ要望されてなんだ。そうなんだ、そういうことなんだ。
白と黒の細かな正方形の集まりで白が0黒が1を示し、パソコンみたいだね、うん、数字の並びでひらがなやアルファベットを表し、今では7098桁を取り組むことができて 0.03 秒の速さで読み取れるようになってます。すごいな。すごっ、 0.03 秒なんだあれ。確かにこんな早いんだ。出てくるの早いもんな画面、うん、あれは別に関係ないのか。どういうこと？でも認識してるもんねカメラが。そうだね、いやめっちゃ早いよね、うん。製造現場のみならず広く使われるようになった大きな理由は、電装が特許は持つものの無償で誰でも利用可能、オープンソース化したからですが、うんうん、原さんは決済に使われることは想像もしてなかったようです。そうなんだ。発展の仕方ってすごいね。この技術をオープンにしたから今こんなに広まってるわけだもんね。はいはいはい、偉大な人だな偉大。すごいですね。すごいね、日本だったんだ、ね、日本初、うん、ね、うーん。海外でも当たり前だって中国の支払いって QR が主なんだ、主じゃなかったっけ。あ、そうなんだ。そうなんだ。続きまして、チープなシープさん、女性の方。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。少し前の雑談にてコンサートやイベント等での撮影問題についてお話しされてたかと思うんですが、はい、お三方も得意の K-POP についての豆ちゃんをご紹介します。はい、K-POP ね、 もちろん得意ですね。はいはいはい、うん、K-POP グループにはマスターと呼ばれる方が存在します。マスター、 K-POP のファンの人なのかな。ファン、リーダーじゃないのかな。ファンが一眼レフカメラを持ってコンサート会場に入り、うん、パフォーマンス中のアイドルを撮影かっこ盗撮するのです。これ大丈夫なのこの話。大丈夫それ、まあ、ちょっと読んでみましょう。うん、このマスターは各メンバーについていて、例えば3人称の場合だと、鉄塔さん、ペイさん、ドンさんにそれぞれマスターがつくということです。人数はそのグループやメンバーによって異なります。うん、勝手に撮ってるとはいえ事務所もマスターの存在を黙認しており、うんうんうん、何よりメンバー本人が彼らを認知していて、うん、パフォーマンス中に自分のマスターを見つけると個別にファンサを送ることもあります。あ、まあだから盗撮っていうよりかは、ああ仕事にはしてないけど、うん、なるほど。でもまあまあ、でも撮ってくれてるしみたいな。でその写真が瞬く間に SNS で拡散され注目を集める、いわば無料の広告塔となってる。だからなるほど、はい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 、まあいいように使ってる関係のうちは全然 OK です、うん、みたいな感じの。なるほどね、いいとは言わないけどねっていうね、はい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 、うん、なるほどなるほどなるほど。ワールドツアーともなれば国を飛び越えて何公演も会場入りするので、必然的にお金持ちの人しかマスター活動はできない。あ、そうだ、あ、そうね、そうか、出してはくれないか。あ、日本では絶対にありえないシステムに面白いなと感じる部分でもあります。確かに面白いな。あ、そうだね、この辺日本はちょっと多分叩かれる。そうだね、てめえ何言ってんだ、無許可だろみたいになるよね多分ね。うーん、でも昔さ、原宿かなんかにさ、うん、その元ジャニーズのなんかさ、うんうん、写真売ってるとこ、うんうん、あったね。あった生写真みたいな、ね、そう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 、うん、あれは許可取ってたのかね。取ってないんじゃない。取ってないでしょ多分だけど。だよね、なんか撮ってなさそうだったよね。撮ってなさそうな店だった気がするけど、分かる。いや、うん、撮ってたのかもしれないけど。いや、撮ってなさそうな店っていうのは分かるけど。そうなの、分かんないけど、ね。日本は逆にすごい整備されたイメージあるけどな、そういうのって。うん、だから、そう、昔はあったけど、うん、今は多分なくなって。それが、まあ、今は本当 SNS 時代だから、その文化が残ってて、うん、逆にうまく使えてますみたいな。そうね、なるほどね。今の方が健全ではあるよね。だって広告売ってないもんね、うん、その写真をいくらとか。うん、そうだね、うん、静かにマナーよく鑑賞する日本スタイル、撮影掛け声満載の海外スタイル、どちらも経験してみるとそれぞれの良し悪しが分かって楽しいです。なるほどね。へえ、なるほど、そういうやり方してるんだね。海外のアイドルはそんな感じなんだ。うん、続きまして、シャカリキサンバイザー藤田さんの女性の方のお豆ちゃん。はいはい、どうさんペサテトさん、こんばんは。こんばんは。
先日新たにパパになった友人から赤ちゃんに関するお豆ちゃんを教えてもらったのでお便りさせていただきます。はい、赤ちゃんは生まれながらさまざまな器官が少しずつ発達していくため、うん、生後日数によって面白いと感じるものが異なるそうです。おう、赤ちゃん自体赤ちゃん自体が面白いと感じることが生まれの日数で変わってくるよと。へ、はいはい、なるほどね。あの世界的に有名ないないいないバーも視覚が発達した生後2ヶ月以降の赤ちゃんに対して行うのがより効果的だと言われている。あーへー、あーなるほどね。それより前だとだから面白さの理屈がちょっとわからんと。あ、何してんだとか、赤ちゃんがいないいないバーで笑う理屈として、もともとそこにあった顔を記憶、もともとそこに顔があったことを記憶し、いないいないで隠され、顔が出るぞ顔が出るぞと期待した後、実際に予想通りのことが起こるので楽しいと感じるという要因がある。作業記憶か。そうだね、ふーっていうことだね。きたー、なるほどね。サビきたーみたいな。はい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 。作業記憶という行動の流れを記憶する能力が発達する生後6ヶ月以上の6ヶ月以降の赤ちゃんには特に受けやすくなるという説もある。あ、そうなんだ。へ、押すなよ押すなよにちょっと近いという、うん、なるほどね。もちろん個人差があり、友人夫婦の赤ちゃんも生後3ヶ月で大受けしてるので、いつやっても早すぎるということはまあないのかもしれませんかということで。なるほどね、面白いね。なるほど、なるほど。お笑いバーってそういう感じなんだ。うん、ちゃんとした基本みたいなのの、そうだね。来るぞ来るぞで期待笑う。面白いな。あ、ね、ボンフェイフォンさん、女性の方。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。サッカー界のレジェンド三浦友和と、違う、これなんて言うんだっけ、数の名前じゃないだろ。キングカズ。友和じゃなかったっけ。友和でいい。いや、友和じゃない。誰、何カズ。吉カズ。吉カズ。ヒロカズ。いや、カズヨシ。あ、カズ。全然違うじゃん。友和。カズヨシ。カズヨシ。カズの位置も違う。うん。世界界のレジェンド三浦友和。カズヨシ。カズヨシ。カズヨシさんにまつわる、おめちゃんをお披露目します。はい、大丸百貨店神戸店ではキングカズが来店すると必ず店内 BGM が映画ゴッドファーザーのテーマに切り替わるというおまめちゃん。トゥルル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 か。もともとはヴィッセルのサポーターから聞いた怪しい伝説だったのですが、気になって調べたところ、なんと、地元新聞にカズのインタビューが掲載されており、このことがちゃんと書かれていました。どうやらカズがヴィッセル時代、ヴィッセル神戸っていうね、百貨店の中にあるカフェの店員にゴッドファーザーの CD をプレゼントしたそうで、それ以降カズ来店時にその CD をかける風習になった。マジか、マジか。そうなんだ。なんかカフェ店員にゴッドファーザーの CD をプレゼントするっていうのがなんかすごい不思議な、変わってんな、おしゃれだな。これじゃあカフェで流れるわけじゃなく、もう全体で流れる、全体なんじゃない。急にね、買い物してたらタラララララ、カズが来たってなるね。カズが来たぞってなるわけ。めっちゃおもろいな。すげえな。カズはだからどこのタイミングで、もう入ってきた瞬間にカズだってなるったら回るってことなのかな。じゃない。来た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 、カズ来た、カズ来た、流して流して、かけ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 ろ、かけたかけたかけたかけてってなるのかな。で、ゴッドファーザーボタンバーンと押して、うん、シャラララって流れるんだ。うん、おもろい。まあカズ側ももちろんオッケーしてるってことでね。そうだね。まあじゃない、うん、やめてくれとは言わないんじゃない、うん、ください。言ってたらおもろいけど、うん、あの本当に嫌なんです生きづらい。そんなそんなつもりじゃないんですわ。減ってますでしょみたいな、わかるでしょみたいな。おもろいね、こんなのあるんだ。遭遇してみたいけどな。まあ難しいだろうね。いや難しいだろうね。カズは今はどうされてるんですか。カズは今元気にしてますよ。やってますよね。今海外にいるんじゃなかった？あ、今海外なんだ。うん、海外のどっかじゃなかった？ポルトガルかなんかどっかに行ってるんじゃなかったっけ？そうか、じゃあまあなかなか最近はそのかけるタイミングも
今はそうだね、だから待ったない、待てないかも今は、ね、なるほど。ウニオンデスポルティーバオリベレンセ、うわ、なんかポイントゲッターズみたいなところにいなかったっけ。ポイントゲッターズ、ポイントゲッターズ、いや名前、名前、いや、いや確かね、そんな名前ポイントゲッターズ、ちょっとさすがになんか少年野球みたいな名前じゃん。そうだね、違うっけ。ちょっと待って、ポイントを取る人たちのこと、ちょっと待って、なんとかポイント集める人たち、キングカズ、キングカズ、今いるところはポルトガルアベイロ県って書いてある。どこなんだ、ほら一個前、鈴鹿ポイントゲッターズにいた。へー、あ、本当だ、鈴鹿ポイントゲッターズ、そう、いたわ。サッカークラブチーム、 J リーグ加盟を目指す JFL 所属、そう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 、あー、そうなんだ、ポイントゲッターズの、ポイントゲッターズのキングカズ、鈴鹿にいたんだ。57歳です。 57、 すごいですね、うん、すごいね、伝説ですよ、ね、本当に、まあ、キングだね、うん、ああ、なるほど、続きまして、アヘガをぶっかけたい隊長さん、男性の方のお豆ちゃん、はい、私のお豆ちゃんをご紹介させてください。はい、皆さんはチャック、ファスナー、ジッパーの違いご存知でしょうか。チャック、チャック、ファスナー、ファスナー、ジッパー、ファスナー、いい、なんか英語ではこれ、何ではこれとかっていう話ではねえの。チャックとファスナー、チャック、チャックはお口かズボン。え、でもジッパー、ジッパー、ジッパー、ジップアップみたいな言い方するから、なんかジッパー、ジッパー、あんまりジーパンのチャック、ジーパンのファスナー、なんかトレーナーとかファスナーっぽいけど、そうだね、なんかそう、パーカーとか、ああいうのはファスナー、真ん中きのね、ファスナー、チャックはおちんちん出るところ、おちんちんとお口、ああ、両方、社会の窓ね、うん、ジッパー、ジップロックしか出てこない。革ジャンとかってジッパーっぽくない？まあ、確かに、てか、そうか、てか、あれか、パーカーとかもジッパーか、ジッパー、そう、うん、まあ、ジッパーとは言うよね、で、あの旅行カバンみたいなやつとかファス、ファスナー、でもチャックって言っちゃうな、旅行側は、わあ、チャックって言っちゃうな。チャック閉めるって言っちゃうわ。まあ、でもここで言ったところですけど。うん。ああ、そうか。なんでしょう。正解はわかる。正解は全て同じものを指す言葉ではありますが、チャックとジッパーは商品名。だから基本ファスナーが正解。あ、そうなんだ。ああ、チャックとジッパーってのはそれぞれの商品。どっかが持ってんだ、チャックは持ってんのかもしれないね、ひょっとしたらね。へえ、ファスナーが一般的な言葉になるのかな。あ、そうなんだ。なるほど。ジッパーという言葉はファスナー誕生、から30年後に某メーカーがファスナーを閉める際のジーという音をもとに、ジッパーという商品名で販売を始めた結果、世界的に広まりました。あ、なるほどなるほど。チャックに関しましては、昭和初期にファスナーを日本で製造した日本開閉機材開閉器製材所という会社が巾着の着から発想を得てチャックという名を、巾着部分もあれだもんね、パチンと締めるからな、締めるっていう感じなのかな、ね、うん、それを名前をつけて広く流通し名前が定着、つまりチャックという言葉は海外では伝わらないよと。あ、はいはいはい、なるほど、日本ファスナーっていうのかかな、なるほど。へえ、そうなんだ。あ、でもジッパーが一番言わねえかもな。そうね、ジッパー。ジッパーあんま確かにパッと、うん、言われたらわかるけど、うん、言わないね、うん。言わないよな。ジッパー、うん。チャックがまあ一番言いやすいっちゃ言いやすいけど。ファスナーって言えばいいのか。問題、どこでもファスナーって言っとけば問題ないんだ。海外でもファスナーって言ったら聞こえるってこと？
ね、聞こえるってことってどういうこと？通じ、通じるんだ。通ずるんじゃないの？ファスナーが開いてる人いたらファスナーって言ったら通じるってこと？通じんじゃない？ファスナー開いてるから。Your fastener open。通じる。え？今ちゃんと言ったね。うん、ファスナーは英語でしっかり留めるものを意味す。あ、だから通じそうだな。あ、まあ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 。へえ、なるほどね。よくわかりました。ファスナー。他にもウォシュレット、エアロバイク、ホッチキス、マジックテープ、フリスビー、エレクトンは商品名で登録。ああ、ウォシュレットはそうだよね。うん。国営放送で使う言葉は違う言葉で言ってますよ。はい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 。ああ、テープラーみたいな言葉あるようなのかな。テープラー。ステープラーみたいな、ホッチキス。なんか。あ、ホッチキスの言い方ね。いや、わかんねえ。そんなような言い方あるぐらいだから。へえ。だってさ。へえ。まあ、ちょっと商品名だっていうのはちょっとそうね、わかんない。なるほどね。初めて知った。うん。といったところで本日はこの辺にしておきましょう。はい。はい。動画見てる方下の方にあります番組説明概要欄すべてのお便りはこちらというところからメール送れますのでぜひともよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで大丈夫ですかね。はいはいはい。それでは三人称雑談第488回以上となります。はい、また来週お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。